王道勇者とサブカル勇者、始めましょうか。半年のうちに世相は変わった。週の三日のつじた玉が読めないかから、坂口なんかダラクロン、学がないことがまず早速バレていく。よし、これで荷物は全部かな。明日は待ちに待った旅立ちの日か。ドキドキしちゃうな。あ、神様どうか私を皆を守れる正義の味方になれますように。まあ王道勇者っぽいよね、言ってることが。こっちはね、マヤプレゼンツ、マヤプレゼンツね、作者の名前かな。こっちが多分王道だよな。王道勇者とサブカル勇者、2人の勇者がいるというちょっと変わった RPG だよね。でここで出会うと。なるほど、もう服装からしてそういうことね。サブカル勇者ってね。こいつサブカル勇者だよな多分な。なんかスーツみたいなの着てたけどな。王道勇者とサブカル勇者、なんでパンイチなんだ。おお、王様、安倍王様、勇者アセイただいま到着いたしました。おお勇者よ、旅立ちのこの日に寝坊するとは何事だ。申し訳ございません、明日が旅立ちだと思うとどうも寝つけなくて。まあいいよ、謁見の時間が減っちゃったからな、早く本題に入ろう。すいません。コホン、勇者アサヒよ、お前は今日まで多くの人の助けを借りて生きてきた。それは何のためであったか。全ては今日という日のためだ。アサヒよ、お前は歴代勇者の中でも特に才能に秀でている。勇者は善の象徴であり、王道に生きる者としての模範。正しく生き続ける限り、文字通りどこまでも強くなる素質があるのさ。お前のその力で魔王ダムネを倒し、必ずや世界に平和を取り戻してくれ。やっぱり王道だったね、こっちが。僕に任せてください、必ず世界に平和を取り戻してみせます。その意気だ、アサヒ。お前にはほどほどに期待して。ほどほどかい。まず、阿部よ、その手に持っているのはこれがカンペだよ。カンペ、こういう話は何度やってもならなくてな。カンペだから心がこもってないわけじゃないぞ。俺は本当にお前に期待をしているんだ。本当かよ。ほどほどにとか言ってなかったか。それじゃ頼んだぞ。そこの宝箱には民の必要だろう、金品が入っている。大切に扱ってくれよ。ありがとうございます。そうそう、町のみんなにも挨拶していくといい。お前に会いたがっていたぞ。それでは頼むぞ、勇者アサヒ、お前に加護があらんこと。ロードトゥロイヤルチャプターゼロ。ああ、なんかチャプターごとに分かれてんだ。とりあえずセーブして、でこの子女の子だよな多分な。で、あのサブカルをポッションマジックおった。こんなにいいんですか。いやー、いっぱい手があるな。デスペルハーブも、それは全て国のみんなの力で集めたものだ。もし少しでも負い目を感じるなら、その心を大切に必ず魔王を倒してきてくれ。はい、ありがとう。まあ、うわー、もう武器が全部揃ってんじゃん。で、アイテムもポッションとディスペルハーブと、ま、なんでこうなっちゃうんだろうな。まあまあいいや。そうね、お金ももらえたし、一旦武器以外揃ってるんで、ご分をお願いします。まず武器屋に行こうか。お勤めご苦労様であります。外で出会ったのがサブカル勇者で、あいつも勇者ってこと。おっと、勇者殿といえど許可なく入ることは許されませんよ。なんか奥にあんのかな。あっち側からなんか回り込んだら見えるけどな、奥に何があるのか。あ、ほら、あれ絶対なんかあるぞ。あとあと多分あれだな、イベントとかサブイベントとかであるんだろうな。あ、医師様どうかご分を。あ、このゲームはタンスとか調べたら、あのアイテムが手に入る系の RPG なのかどうか、その辺もチェックしていこう。この樽とか調べてな、壺とかな。少しだけ休憩中、疲れているけど、でも弱音なんて吐いていられません。新たな魔王が現れて以来、人々は常にその存在に怯えています。あ、医師様、あなただけがこの世界の希望です。新たな魔王が現れて以来、つまり過去にも魔王はいたんだ。ってことは勇者と、まあよくある感じの設定ではあるな。代々、さてと、なんとか王様に挨拶も済ませられたし、旅の出発の前に安倍王様も言ってたし、町のみんなに挨拶していこうかな。長い旅になりそうだしね。の前に俺はこの左右を調べる。てか、なんかこの裏から、おい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 、こういうことなんですよね。安倍のブロマイド、これは見つけてしまったか。ん、王様。あ、安倍王、それは裏で流通している俺のブロマイドだ。裏？俺用にこっそり隠していたのが、どうやら見つけられたようだな。ご褒美にそれはお前にやろう。どうも。あと、それ別に重要アイテムとかじゃないから、さっさと使っちゃってね。じゃ、おつあべ。何なんだその語尾は。なんか個性的な王様なんだね。王の若い頃の写真らしい。秘蔵の隠し撮り、今より少し太っている。どう使うのこれ。さっさと使っちゃってとは言われてもだね。どう使えばいいの。装備するわけでもないし、消費することもできない。なんだこの呪われたアイテムは。てか、このうっすらと見えるさ、この
顔アイコンのところにこのうっすらと見えるこの顔でわかると思うんですけど、あのまあわかると思うんですけどっていうか、このね作者さんの過去作お勤めご苦労様であります。こっちには何が隠されているんだ。どうせささっきのさあの左上のところみたいにさ奥になんかあるんじゃねえのか。まあとりあえず行こうか。この、作者さんの過去作で、僕だけがこの世界のっていうねゲームがありまして、まあ名作なんですけど、おっとまあまあまあまずは武器だな。あとから行こう。戦闘になる可能性もある。うん、絶対に魔を倒してくるから。何、お前が無事で帰ってくださればそれでいいさ。これを持っていけ。え、ハッサムソード、ぐだぐだ抜かすんじゃねえ。総合なら魔を倒して無事に帰ってきやがる。いいな。そうだね、それじゃこれは大事に使えよ。ありがとう。薬なんかもうちで手配してやるからさ、だいぶ安くしておいてやるから、ちゃんと用意していけよ。なんかみんなに慕われてるんだね、このまあ王道。そうか、こっちは王道の勇者だからみんなからも慕われてるし、まあ言動とかも浅いじゃないか、急いで出てるとか、え、剣には間に合ったのか。うん、なんとかね全く勇者ともあろうものが先が思いやられるよ。あはは、そうだ、少ないか持っていけ。なんかみんないいやつだな、おい。それに比べてあのサブカル勇者っていうのはあれなのかな、みんなから全然慕われてなくてみたいな、そういう対比なのかな、もしかして。そのサブカルっていうのがよくわかんないんだけどさ、サブカルチャーの略だよね。浅いお姉ちゃん、冒険出ちゃって本当？そうだよ、悪い魔王を倒しに行くの。本当かっこいい。そうだ、これあげる。飴玉、ふん、ありがとうね、大事に食べるね。浅い、そうか、今日が旅立ちの日か。うん、行ってくる。俺が腕に自信があればついて行ってやれるんだけどな。いいよいいよ、弱い人たちを守るのが勇者の仕事だもんね。そこまではっきり言われると傷つくな。そうだ、王に送り出された勇者にはまず北にある泉の勇者の洞窟、鍛錬と祝福を受けることができる。朝日は行くんだろ。祝福って何をするのかわからないけどさ。そうだね、詳しくは知らされてないけど、とりあえず行くつもりだよ。まあ気をつけて行けよ、体に大切な、変な意味じゃなくな。オッケー、宿屋の値段確認しとこうか。うん、行ってくるよ。近くに寄ったらうちに泊まっていきなよ。お金なんか取らないからね。マジでなんかした、あ、これはご先祖、あ、もう代々受け継がれし由緒正しき血族なんだね。おーい、うん、誰の声だろう。ここだ、井戸の中だよ。え、嘘、暗くてそこが見えないんだけど、本当に。いや、足を滑らせちゃってさ、悪いんだけど助けてくれないかな。それはもちろんロープか何かがあればいいですか。そうだね、はは、でも迷惑かけるの悪いし、何かのついででいいよ。僕は大丈夫。本当に大丈夫かよもちろんだと思う、君には君の用事があるだろうし、それにこれでも結構冒険してきてるからね、しばらく飲み食いしてても支障はないよ。あ、でも忘れないでくれると嬉しいな、本当。ああ、わかりました。ありがとう。繰り返すけど、旅の途中で見つけられていいから、僕のお願いをメインにしないでね。それにしてもヘマしちゃったよ。牢屋とかなら魔法で壊せば脱出できるけど、ここだと崩れちゃうしな。ブツブツ。ロブ的なものか。本当に大丈夫か。まあでもなんか魔法でどうにか最悪できるみたいなこと言ってたな。ただ壊れちゃうからって、まあ街のことを気にしてくれてる。悪い人ではなさそうだな。まあとりあえず、いろいろある。あ、なるほど。旅のために作った保存食をいくらか家にも残している。2年くらいは持つかな。調べたら、あれか、アイテムが手に入る系じゃなくて、王様に提出する勇者両立申請書の写しだ。これを提出することで、あ、そんな、なんか、お役所的なことも。日記帳。なんかめんどくせえな、この世界な。明日は旅立ちの日、絶対に無事に帰って日記の続きを書くと最後に書いたっけな。ん？ここなんか増えなかったか？暖炉の火はちゃんと消したね。本はきちんと整理されている。この吹き出しがさあるところだけ調べれば、別に樽とかは調べなくてもいい感じなのかな。どうなんだろう。じゃあ行こうか。サブ、飛ばしちゃった。サブカルチャーとはせっかく俺に説明してくれていたのに。よし、早速北にある泉の洞窟に向かおう。勇者みんな初めはここに行くんだ。僕の冒険は今始まる。行くぞ、いざ魔王討伐で。セーブしておこうか。これは、はいはいはい、まあ、まずここだね、じゃあね。はい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 。もう先に来てんじゃねえのか、あのサブカル勇者がよ。サブカルチャーってサブってことはメインではないカルチャー、メインではない文化。まあ要するに、まあなんかそういうちょっとなんて言ったらいいんだろうな。あんまり流行ってない文化。ニッチな文化のことを指すのかな、サブカルっていうのは。戦ってみようか。シュババット。特に何も覚えてない。まあ攻撃とかってどうだ。あ、ちょっと待って、俺さ装備してないんじゃないか。やべ逃げよう。逃げることはできない。ちょっと待ってくれ、許してください。なんでこんな逃げれねえの。嘘でしょ、ここでゲームオーバーになる。びっくりした、こんなとこでこれ、あ、でも銃変わるだけか。
こんなんじゃきつくねえかってか、幸先不安すぎる。なんでこんな弱えんだ俺は。いきなりもうあのおばあちゃんのさ寄ってきてるもう早速あの親切にあやかるっていう。止まっていきなさい。ごめんねおばあちゃん、まさかこんな早くにあんたを利用することになるとはな。俺も想定外だったよ。では、なんか買ってないとかあるか。てかあれか、まずはあのサブカル勇者と仲間になるのか。先に多分イベントを進めて、サブカル勇者なんか使ってない、アメ玉これも使えないもんな。これなんかまさにサブカルなんじゃねえのか。あでも一応王様だからな、この国のな。サブカルチャーではないか。サブカルチャーだったら大変だよな、王様っていうものが。これはお得な掲示板、あ魔法陣掲示板なんだ。青の魔法陣は前回よく見かけたら振りまくろう。黄色は缶は9台。勇士様だっけ、立ってるのもなんだから座んなよ。お茶でも飲んで話でもしようや。黄色の魔法陣は一度使うとしばらく使えなくなる、気をつけろ。でも基本的には踏み毒なんだ。よくわかんねえな。踏みゃいいんだね。あ、洞窟。ふう、泉の勇者の洞窟か。表よりも暗くないし、魔物もそこまで強く、いや、強かったけどな。これなら僕でも大丈夫そうだね。それにしても祝福か。一体何をするんだろう。髪のついた棒を振ったり、円錐をかけられたりするのかな。っていうか、そもそも奥に誰かいるの。まあ、行ってみればわかるか。ほどほどに回復した。戦って勝てんのかな、じゃあ。全然ダメージ与えられなかったけど。なんか武器を、ああこれが武器の威力なんだね。やっぱ武器って大事だな。銃上がっただけでこんなに変わるんだ。だったら全然早く装備してあいつも倒せばよかったな、一番最初のやつも。あ、植物の、ん？植物のツルっていうのは細長い、あこれでロープ代わりになるんじゃないの。あれ井戸の人助けられるよね、これでね。これは冒険指南書に出てたヒールサークル。冒険者をサポートするために安倍王様と魔法学院が共同で設置して、あれ魔法学院の正式な名前なんだっけ。まあまあいいや、とりあえず乗れば、あ体力回復してくる。あはいはいはい、あ何度でも乗れる、乗りとくね。さっき説明受けてた黄色と青の違いで、青はの、まあ、乗っても倒しといた方がいいかな。どうせさ青の魔法陣あるし、まあそれにあの武器を装備すれば全然楽勝に勝てるってことも分かったから、倒しに行こうか、積極的にね。でだ。あれもなんかもう、採用に、たどり着きそう。あ、ちょっと待って、宝箱。たどり着きそうだけどな、もう。50ゴールドしけてんな、おい。1万ゴールド俺は持ってんだぞ。てか1万ゴールド結局使えてないな。あ、レベル？はぁ、だいぶ奥まで来たけど。わ、僕、ちょっとは強くなってるかな。全然実感ないや。まあ、すぐに強くはならないだろうけどさ。大丈夫かな、せいぜい。レベル次のレベルまで50、現在の経験値0。これはどういうことだ。まあレベルという概念がないという、いやおかしいよね。うん、経験値手に入れてるよね。おいおいおい、これはどういうことだい。第906代勇者、歴代の中でも類稀な、勇者の素質を備えている。素質は備えてるけど、お前レベル上がんねえじゃねえかよ。経験値戦う意味ねえじゃねえかこいつら。じゃあよ、どういうことなんだこれは。まああのこの作者さんの前作をねプレイした俺からしたら、まあその実況を見てくださった方々からすればわかると思いますが、まあこの作者さんすごいね、本格的な RPG、 おい戻すな。本格的な RPG を作るお方なので、ん？建物が見える、あそこ洗礼を受ける場所かな。まあ進んでみよう。まあ前作があんだけの神作だったことを考えると、まあこのゲームもね、うわー綺麗な場所だな、とても静かだしなんだか落ち着く。とりあえずあの建物に入ればいいのかな。洗礼って何するんだろう、誰かいるのかな。見つけたぜ。誰だ。ボスレベル1は無理。新たな勇者が誕生するとか聞いて先手打ってみたが当たりだな。俺は魔王様引ける、四天魔が一人、四天魔デスタックス。ん、ま、魔王だって、魔王の部下が何のようだ。知るだこと、お前が洗礼を受け勇者として覚醒する。その前に俺がこの手で勇者として認められる前の未熟なお前を処分してやるんだよ。え、洗礼を受けないと勇者って認められないの。え、知らなかったの。
そうなんだ。だからレベル上がんなかったのかな。まあいい。慈悲も容赦も与えんぞ。魔族の脅威は早急に排除する。そして魔王様に褒めていただけるのだ。ローブの下から覗く冷たい眼差し、突き刺すような声、あーこうしてきた。なんだか気持ち悪いな。でも魔王の部下視点馬、目指すは魔王だ。ここでは立ち止まれない。僕は勇者アサヒ、弱気を助け悪をくじく勝負だ。でもお前よ、四天王みたいなもんだろ、四天魔って。いきなりお前、あっぱー無理、強っ。当然だ、四天魔をなめるな。勝負だじゃないんだよ、バーガー。嘘、こんな終わりで死ねざこが。いや、僕は死を覚悟した。考えてみれば当然だ。この世界に都合のいいことなんてない。奇跡なんてない。勇者が旅立ったとなれば魔王が全力で排除にかからないはずがない。見逃され、旅の中で成長して魔王と対峙、そんなのありえない。そうさ、この世界に都合のいいことなんてない。だから目を開けた時、ここが天国じゃないかって思ったんだ。だって僕の目の前にいたのは、冒険者とは思えないような服装をして、扱いにくそうな武器で天魔の攻撃を防ぎながら、おまけにな、この俺の攻撃を防ぐとは貴様何者。私を知らない。私は勇者を目指しているの。その風貌で勇者を名乗る、奇跡よりよっぽど現実味のない女の子だったのだ。勇者？貴様何を言って。ん？あれ、説明不足だった。私は勇、天秤座で永遠の17歳大型。これでいい？いや、わけわかんねえから。てかそうか、お前が本物の勇者か。そこのやつはブラフ。勇者が旅に出たっていう情報を流し、我らしてもおびき寄せる作戦か。なんと卑怯な。おのれ、腰はいられん。魔王様に報告せねば。何はともあれ助かった、ありがとう。いや、何も言ってないし。ところで君は一体、あ、誰か知らないけどありがとう、助かったよ。また僕はアサヒ、まだまだ未熟だけどこんなの勇者なんだ。勇者？え、何？君が今の勇者か、探してたんだよ。いや、会いたかったよ。あれ、もしかしてどっかで会ったっけ。どうも余計だけバサリ言うんだけど、私も旅についてていい？なんでってか、まず君誰。さっき聞いてなかった？私は勇者になりたいの。いや、待って、何、天秤座の。いやいや、もうそこはいいから。いや、こんなの勇者僕で、王様からちゃんと功労許可証ももらってて。ひょっとして勇者に憧れてるとか。何それ、別にいいよ、それで間違ってないし。こんなとこで話すのもあれだしさ、西にある町、今なんだっけ、サンバラか。サンバラに宿取ってあるから腰を据えて話さない。いいけど、私祝福受けなきゃ。別によくない、どうせ時間の無駄、ポーションかお金にもならないよ。そうなんだ。ひどいな、君も勇者に憧れてるんでしょ。もうとりあえず祝福受けてくるから。あ、待って、私も行く。来ても自称勇者じゃ祝福受けられないんじゃないの。いや、別にいらないし、面白そうだから見に行くだけ。やらならさっさと済ましてよ。何なんだ、仲間になってないのか。何だったんだ。まあ、とりあえず祝福受けるか。なんでさ、祝福がなんか別にどうってことないみたいなことねえ、本当にあんの。何なんだこの子は。何か知ってるなこの子な。何が祝福。もちろん祝福を受けないと勇者として認められないっていうのは初めて知ったけど、町のみんなのためにも立派な勇者になって世界を救うんだ。それが僕の使命だから。私そこで待ってるから。何か知ってそうな口ぶりだよな。ん、何もない。何？びっくりした。ん？何あれ？おー、テスス、聞こえるかい？ん？誰？君の前だよ、アサヒ。私はジュネ。名前ぐらいは聞いたことある？ん？ジュネって、まさか資源の勇者様？そう、初代こと資源の勇者。ジュネとは私のこと。遠くたどれば君たち勇者のご先祖様さ。そんな嘘！もうだって何千年も前ですよ。まあそうなるよね。答えはシンプルに、私はかつて世界を変えるほどの力を持っていたんだ。エネルギー、文明、そして自分の寿命ですらも新たに書き換えた。それが全ての始まり、資源の勇者と呼ばれた処理さ。その資源の勇者様がなんでここに？その昔、王の命を受け、初代の魔王を倒した私は、次、二代目の魔王の誕生を予見したんだ。それはまだ魔王と呼ぶ名前もつかない遥か前から、脅威の誕生と排除が何度も繰り返されてきたように、その流れが今、私に来ているように、そしてこれからも流れていくように、私はその脅威に備えるため、自分の力を素質あるものに与えることにしたんだ。それが今は祝福と呼ばれているね。祝福を受けた者は私の力の片鱗を受け取ることになる。世界を守るだけの力をね。すごい、資源の勇者様は今世界のどっかにいらっしゃるんですか。私はもう昔ほど強くない。できることは君たち勇者に力を与えるくらいのものさ。隠居ってやつだよ。この特別な魔力に満ちた洞窟は私のいる場所からでも言葉や祝福が届くから。あ、資源の勇者が生きてるのみんなには内緒だよ。はあ、驚きました。まさか本でしか聞いたことない初代勇者様が生きているなんて。それじゃ私も忙しいんでね、アサヒ。今から祝福を授けるよ。動かないでね。はい終わり。君は今から勇者として認められます。今ので？
呪文とか言葉とかもなし、何か変わったんですかこれ。大丈夫、ちゃんとできてるからさ。それじゃちょっとチュートリアルと行こうか。あ、スライムとじいちゃん目の前に物が見えてるね、朝日。は、何ですかこれ。実体がはっきりしない魔法みたいな。チュートリアルだからね。私が魔法で映し出してる実像だよ。朝日、これから食べてみるそういうものは全て君が勇者としてふさわしくあるために必要なものだ。どういうことですか。試してみればわかるよ。さて、それらに対して勇者としてふさわしい振る舞いをしてみたまえ。まあ助けるってこと。いたた、転んでしまっての。我が手を貸してくれんか。いいよ。レベルアップなるほどね。善行を積むと朝日の王道的な行いにより勇者レベルが上がった。王道的な行いにより。王道勇者だから王道的な行いをするとレベルが上がるんだ。敵を倒してもレベル上がんないのかな。待てよ、ぶちのめすとレベルが上がる。敵を倒すことによって、まあ勇者だから敵を倒すよね。王道的な行いだよな、それは勇者として。ということか。そしてタンスを開けるんだなこれも王道なんですよね。他人の家から民家から金を奪う、これが勇者なんだ。うむ、上出来だ。君はいい勇者になれるよ。え、今ので何があったんですか。そうともさ、詳しいことはお連れさんにでも聞いた方がいいんじゃないかな。あ、そうそう、祝福を受けた者には必ずこれを言うことになっているんだ。勇者朝日、祝福を受け勇者になったあなたには勇者として振る舞う権利が与えられます。買い物は特別価格で行え、宿泊施設もただ同然で泊まることができます。人の家に上がり込み部品を漁り、それでも民たちは嫌な顔をせず受け入れるでしょう。それが世界を救うためであれば、あなたの行動は全て正当化されます。それが勇者です。その意味をよく考えてくださいね。資源様、家って言われてるんだよ。私も忙しいから手短だけど。それじゃあもし無事会えたらまた話そうね。バイバイ。え、ちょっと終わった。うん、さ、じゃあ宿まで行こうか。いや、終わったけど、いや、これこうして次から次へ僕はわけのわからないままに勇者として認められたのであった。この感じなんだよな、この作者さんのね、 RPG。 このめたい感じのシナリオがたまらねえんだ。はあ、もう何が何だか分かんないよ。この一日で一生分の冒険した気分。君は勇者とか名乗るし、魔王の部下と戦うことになるし、それに勇者様は、あ、これは内緒。あと結局祝福って何だったの。大変だね。真面目に聞いてよ。とりあえず落ち着いてくれない。こっちも話したいことあるし。うん、ごめん。じゃあ洞窟でやってた話ね。まず私をあなたの旅に加えてほしいの。いや、それは仲間が増えるのは嬉しいけど、なんで。とっても危険な旅だよ。逆逆、危ないから。はっきり言ってあんたクソ弱いし。はぁその例じゃ 100% 魔王なんかに勝てないし、てかその辺の雑魚魔物にすら殺されそう。なんだよ、ギラリー。なんで初対面になにそんなことを。それに、もしあの時私が助けに入ってなければ、あなたどうなってたと思う。確かに、だから魔王城まで無事につけるように私が守ってあげる、そう言いたかったのよ。そんじゃ今度はあなたの疑問に答えるよ。あなたは何者。魔王城までなんて、なんでそんなこと。おせっかいにしても話が良すぎるよ。言ったじゃない、勇者になりたいの。なりたいってそれは変だよ。だって今代の勇者は僕だってずっと前から決まってたし、それにちゃんと王様から行動許可書をもらってるんだって。それは確かに心強いけど、受け入れられなければ別にいいよ。祝福を受けるだけが勇者じゃないと思うから。それに魔王を倒すのは私の仕事じゃない。私がしたいのはあくまで魔王城までのバックアップであってね。意味わかんない。私はあなたの冒険が見たいの。あなたがどう動いてどういう道のりを歩むのか。もう何なの祝福って。そう、何も変わったようにないんだけど、結局祝福って何だったの。だから時間の無駄だって言ったじゃん。もうバカにしないでよ。はぁ、仕方ないな。それも知らずに勇者を名乗ってるわけ。ちょっとメニュー画面とか開いて鏡で自分だから見たいんだって。え、ひょっとして僕強くなってるの。そうだよ。っていうか僕ってその一人称何。キモほっといてよ。それは祝福の力。ん？これが？祝福を受けた者は己の経験、まっすぐに正義を貫くというその思いに応じてどこまでも強くなれる。あなたはあの場でその力を受け取った。どこまでも。王様もそんなこと言ってた気がするな。魔物を倒せば強くなり、正義のために正しい行いをすればさらに強くなる。つまりあなたが持つまっすぐに魔王を倒したいという意志、その力に身を委ねればあなたは必ず何があっても魔王を倒せるってわけ。ん？よくわかんないや。わかんなくていいよ。あなたはあなたが正しいと思うことをやればいい。で、説明はこんなもんでいいかな。明日から魔王城を目指していこうか。戦いとか全部私がするから、君は観光気分で。え？あんたが全部か。で、俺なんなの。いや、僕もちゃんと戦うから。あと一緒に冒険するんだから、ちゃんと朝日って呼んでよ。朝日ね。なんかしてそうな感じだよねこいつね。よろしくね。じゃあ朝日、明日も早いしさっさと寝よう。そうだね、今日はいろいろあって疲れちゃったし、おやすみ。ゆう。はあ、おやすみ。明らかに何かあるし、勇者のゆうだよね多分。そんな気がしねえか。時を同じくして。魔王様、
ん？オマソどこにいる？あれ？マルフェゴールしかいないじゃん。グリセール遅いよ。魔王様が召集をかけたのに何やってたの？寝てた。まったく緊張感ってものがないな。あれ、タックンいなくない？ん？あいつもまだ来てないのか。ダメなやつだな。あ、タックンだ。スー、タックンどこ行ってたの？いや、お花摘みに。魔族にそんなもの必要ないだろ。揃ってる？ん？ん？魔王様、シテンマのやつがまだ来てないですかね。いいよ、あの人はどうせ来ない。それで急に召集かけるなんて何かあったんですか？そうだね、大事な話だ。もっともデスタックスはもう知ってるかもね。聞く。ん？何？新たな勇者が誕生した。ん？本当？あ、そうさ、誰かさんは先走って挨拶に行ったみたいだけど。おい、もうまた勝手なことしてる。それでどうするの？倒しちゃっていい？いや、なんだか今回の勇者は特別な気がするんだ。ん？特別？直接見てきたんだろ、デスタックス。お前はどう思う？ん？え、俺ですか？そうですね。昨日今日旅を始めたにしちゃバカみたいに強かったです。あいつにはきっと恐ろしいまでの勇者としての適性がある。若い目は早いうちにという言葉があるが、無策のままではお前たちも帰るうちに会うだろう。本当？まあ確かに奴は踊りを利用して俺を陥れようとしやがった。裏の裏を書かれたぜ。一筋縄じゃいかねえだろうな。だから今は様子を見たい。カクカク偵察という形だ。脅威になれるのならば、四天魔も呼び出して一斉に攻撃を仕掛けるべきなのでは？確かにもっともだ。まあそれならそれで作戦の算段を立てなければならない。あの勇者がどのようなものか見極めてから動きたいのだ。つまんない。それに勇者の存在はあくまで我らに対する抑止力に過ぎない。我らの目的は勇者を倒すことではない。夢忘れるな。脅威、私はまた眠らせてもらう。勇者の気を感知するのは疲れるのでな。魔王様またどっか行っちゃうの？グリセール、心配するな。何かあればすぐに戻る。ではくれぐれも油断するな。以上だ。普段あんまいねえんだ、この魔王様。どう思う？何が？勇者さ。いや、かなり強かったぜ。昨日今日旅を始めたってなら、あれは相当な化け物さ。強いなら戦ってみたいな。魔王様、僕たちにきっと何か隠してる。ん？は？何を？わかんない、ちょっと調べてみる。お前、勝手なことし、おい待てよ。タク、何なんだあいつ。タクはどうするの？あ、偵察って言われたし、とりあえずはその通りにするぜ。確かにあの勇者に策なしで挑むなんて真似は俺はしたくねえからな。そっか。お前はどうすんだ？選択肢ある？まあそうだな。お前は、言っちゃった。なるほどね。なんかさ、あの勇ってやつがさ、魔王ってことねえか。早速なんか深読みしちゃってんだけどさ、こいつが魔王ってことはねえか。さすがに考えすぎか。朝だよ、ほら起きて起きて。もう何、チェックアウトまで時間もあるし、僕が勇者として認められたんだ。今すぐ出発したくてうずうずしてるの。そういうのいいから、もうまだ寝るよ。ふう、楽しみだな。よし、それじゃこれからどうしようか。魔王城へ行くのならまず南の大陸に渡らないとダメだよ。手段は任せる。私戦闘以外あまり口出ししないからよろしくね。オッケー。テンション高いのうざい。優雅仲間に加わりました。それじゃあとりあえず情報収集だね。町の人たちに何か聞いてみよう。とりあえずお前忙しいわ。あー忙しい。この宿飯なし風呂なし、おまけになんか匂う。しかも相場より若干高いし、30区だよ。暖炉を催した。壁紙なんだ。カップからは異臭がする。優は勇者。こいつの強さ明らかにおかしいよね。チミドロとギャラクティックブレイングでカオスするわ。こいつ魔王だろ。なあ、やっぱ俺のさ読み当たってんだろ。明らかにさ、わあ、魔法力がなんか全然ねえのは何なんだろうな。でも魔王城までついてくる自称勇者、天魔にも劣らぬ強さを持つ。天魔にも劣らぬ強さを持つ。怪しいな。こいつがなんか四天魔の一人なんじゃねえのかっていう作、そういう筋、わあ。見た目キング、もう王様じゃねえのか。聞いたか、西のライフエイトの塔の話を。ああ、正解を怒られた傭兵がみんな行方不明になって怖いよね。怖い。西に行けばいいのかい？特に何もない。あ、こいつか。一泊10ゴールド。そっか、勇者のあれを得たから、売ってるものも安くなってるし、一泊10ゴールドで泊まれるってすごいよな、破格だよな。今日の料理という本が置いてある。ディスペルハーブ炒め。フライパンに油を敷き、温まったらディスペルハーブ 80g を軽く火に通します。適度に水分が飛んだら塩コショウで味付けをして、皿に盛り付ければ完成です。安上がりでお腹がくれる、とても家計に優しい一品です。そつ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 。何をしている？こいつ、今日の、ディスペルハーブにするんだ。
ディスペルハーブっていうのは結構あれだな、有名な主流の。でもさ、200ゴールドで売ってる、結構高いけどな。一応町の人たちの話を、いらっしゃいませ、村長から買い物ができる、なぜ。まあでも買えるんだったら買おう。代々ロングソード家事の家系でさ、めっちゃ数あるんだけどかさばるし邪魔なんだよね。急に売りつけないでよ、びっくりして買っちゃったよ。買ってる買ってる。それで君たちは旅の方かな。はい、こんだる勇者朝日です。ほう、勇者か、君がか。はい、南の大陸に渡りたいですけど、いいルートありませんか。なるほど、魔王城行くならあちらへ渡るのが一番でしょうな。ただあそこはな。どうしたんですか。実は南の大陸へはこの町のそばにあるロロラの門から行けるんですよ。そんでもってそこに魔力を供給している西のライフエイトのと、あ、さっき言ってたところだ。なんで急に敬語なんですか。またやらずに話しなよ。実はじゃな、先週あたりから門に魔力が供給されなくなってしまった。ってことは西のライフなんちゃらの塔がなんか起こってるってことだよね。魔力転送装置の故障かの。ともかくここ最近はあの門が使えなくて困っている。塔に人が起こったの。実は火を分け傭兵を3人ほど向かったのじゃが、帰ってきていない。まあ噂話通りだね。大変じゃん。勇者様、降りって頼みがあります。どうか塔の様子を見てきてもらえないでしょうか。もちろん、それが言う。ちょっと待った。ん、言う、どうしたの。おかしい、行方不明者が出ているのに王都に何の連絡も来ないなんて。連絡。ロロラの門は南と北の大陸をつなぐ産業商業ともに重要な拠点。そこが使えないのに傭兵を送った気になんておかしいよ。ん、そうなの。ちょっと頭使えよ。でもそれなのなんで絞ったりしてるの。それはどういうことだ。さあ、あんたに苦労しましょう。ああ、まあ、あんたが冒険したいって言うなら別に構わない。でも、なんかあるってことなんだね、とにかくね。意味わかんないし。それでどうでしょうか、勇者様。あ、まあ、任せてください。まあ、そうだよね。これ、受けない勇者はいないよな。王道的な行いだよね、これはね。もちろん、人々の助けになるのも勇者の仕事ですから。言ってくれると思っていました。それでは、これを。ライフアイターの合鍵を手に入れた。塔の合鍵です。どうかこれで鍵を作るのが最後となるよ。僕に任せてください。必ず原因を究明してみせます。それではよろしく頼みますぞ。結局引き受けたんだ。まあどちらにせよロロの門が使えないとあちら側にはいけないし、ライフウェイトの塔は町を出て西だからね、忘れないように。あ、西ってわかる？左なんだけど。わかるよ。なるほど。で、こういうところもガサゴソするべきなんだよな。何かあったら取ることによってそれがレベルアップにつながるかもしれないからな、この世界ではな。あと一応装備これでもっといい武器売ってたりすんのかな。量産型しか売ってねえから今の方がいいよね。でこっちはなんで勇者の服よりもこっちの強えんだ。おかしくない？なんでこれの方が強えの。は？まあ、買うけど金バカみたいにあるし。なんで勇者の盾とかこんなこれクソ弱えんだよ。おかしいだろ。鍋の蓋以下の勇者の何かがおかしいなあ。ああ、いじれなくなってるんだ、ユウは。なるほどね。まあ、この作者さんのことだからさ、結局さ、なんかかかってくると思うんだよね。いろんな伏線も多分すでに散りばめてると思うんだよな。その一つがもう、間違いなくこのユウ。このユウは絶対に何かあるんだよ。ただの人じゃ絶対ねえんだよな。お、怪盗ギザミ。すごいの出てきた。これは怪盗ギザミ。雑多に評価するとめっちゃ強い剣だね。世界三大名剣の一つだけど、なんでこんなところにあったんだ。そんなすごいものが。これがあれば優に迷惑かけず戦えるかも。そんな気にしなくてもいいのに。まあ別にいいんじゃない。勇者には勇者としての振る舞う権利がある。その剣を取るのも世界を救うためだよ。まあ通るよね。もしかしてこれレベル上げるのがダメなのかな。そういうなんかシナリオが来る可能性もあるぞ。わーい、強い武器が手に入ったぞ。よかったね、装備を忘れるなよ。その行いが本当に人として正しいのかみたいなさ。どえや。上がりすぎだろうがよ。 おかしいだろこれ。ゲームクリアじゃねえかよ。おい、どういうことなの。まあまあ、あのおばあちゃん一体何者だ。音に先立たれ寂しい日々を起こっています。あの人は生前名の売れた剣士だったのですが、今は片身として剣が残るばかりです。名の知れたっていうレベルじゃねえけどな。すごいおじいさんだったんだね。まあ、何はともあれこれでもう敵なしだ。ん、向こう側に家が見えるだろう。なんだいその口調は。あそこはかつて名高いロープ職人が住んでたのだが、だが数年前に向こうをつなぐ橋は落ちてしまい、それっきり向こうと連絡が取れていない。職人を果たして無事なのか。無駄話に付き合わせたな、これをやろう。なんだこいつは達観してんなおい。まあロープなんか誰が作っても一緒だろ。そんなにめちゃくちゃロープが必要になることも別にないだろうしな。どうでもいいか。いや、どうでもよくないんだよ。この植物のつるを
向こう側の人に渡して、で職人にロープ作ってもらって、で井戸にいる人を助けなきゃいけないんだ俺は。アイジ様、この世界の未来をお救いください。絶対なんかあるんだろう。だけどこの奥に行くにはどうすればいいんだい。なんか船とか手に入れたらさ、行けるようになるのかな。まあとりあえず現状では行けないということですね。じゃあこいつに話しかけたら全員かな。出る原子が解かれていいか、どうのこうの。いらっしゃいませ。はい、じゃあ行きましょう。西ね、ここだ。んー、なるほど。まあ明らかに襲撃されてるよねこれ多分ね。あれ、鍵開いてない。これドア壊されてるね。壊されてる、誰に。これはひょっとしたら先に入った連中かもね。鍵なくしたんじゃない。本当、全く同時だな。いや魔族に絶対これ攻められてるよね、どう考えてもね。ライフエイトの塔、タワーオブライファフェルト、この黄色のあれはイベントなんだよな。じゃあ一回戦ってみよっか。トースライム、俺あの剣を手に入れたからさ。だーや、優が強え。俺も優に負けてないから強えぞ。まあ剣のおかげだけど、ほぼほぼだけど、これ多分増えてないんだろうな。え、でも15レベルまで上がってる。もういつの間に。あれ、あ、そんな上がってんだもう。へえ、このあれか、イベントあれしたからってこと。イベント受けるだけでどんだけレベル上がるんだよ俺。これ相変わらずさ、経験値多分増えてないんだよね。3021。やべ、前回は覚えてないから意味なかった。多分増えてないんだよね。なんかどん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 進んじゃってるけど大丈夫。サクサク進んじゃってるけど、これ戦う必要ないんだよね。3021だったよね。無駄に会心の一撃入れていく。はい、見ますよ。減ってんのかい。しかもなんかすごい減ってる。あ、そっか、3021だけど、え、いやそうだ、うん、3021で200手に入れたのに200どころじゃない経験値が入ってるのは、これは勇者としての行いだ。魔王、あのモンスターを倒すという行為は、これは勇者として王道的な行いだから、だからレベルが上がっていくんだ。そういうことだよね。これは王道な行いをしたから。はいはいはい、そういうことですね。なるほど。あー、何これ、いかにもなレバーだ。倒すでしょ。どっかで動く音がした。まあ、なんかちゃんと倒さなきゃいけないのかなこいつら。まあ一応倒しとく。だってさ、もうこの剣があればさ、別にボスとか来たとしてもさ、いやでもな、わかんねえな、この作者さんの。まあ、ただそのまあ何度も言うようだけど、前作は結構 RPG としても戦闘バランスすごい良かったんだよね。だから読み物ゲーとして戦闘面を捨ててる可能性もあるはあるけど、でも普通に RPG として難しく作られてる可能性も全然あるんで、レベル上げしといた方がいいのかもしれない。わかんねえ、どうなんだろう。とりあえず音が鳴ったよねこれで。で行ってないのが右側も行ってないよね。なんか真ん中のさ、イベントの魔法陣無視して進んじゃってるけど、いいんだろうか。ポーションを手に入れた。まあ、とりあえず右側も多分なんかレバーがあって、ロックンバッカー4001。ねえ、ユウが使ってるそのハンマーってなんていうの。これロックンバッカー4001って書いてる。ロックンバッカー、バカはお前だ。あとこれハンマーじゃないみたい、多分楽器の一種だよ。へえ、弾ける。これには6本弦があるんですけどね、そのうちの4本が切れております。ダメじゃん、知らねえよ。それにどうせ鈍器としてしか使わないから音なんて出なくていい。もったいない、うぜ、さっさと行くぞ。まあサブカルチャーってこと。あー、ベースギター。あー、なんか見慣れない服。うん、住んでる世界っていうか、なんか別次元から来たとか、まあいろいろ妄想ははかどるけど、まあきっと素晴らしいシナリオなんでしょうね、この作者さんのことだからな。まあそんな感じでハードルも上げていき、まあハードル上げても大丈夫だと俺は確信している。だって前作があんだけ神ゲーだったんだもん。
今回も絶対面白いはずだ。同じ作者さんが作ったゲームなんだから絶対面白い。絶対に面白いのは間違いない。あれ、もう行っちゃっていいのかい。まあ、ここのじゃあ暇つぶし、ユウ何やってるの。名前は知らない。カラフルな箱の色合わせゲーム。何それ、もう一個あるよ。やる、いいの、やるやる。はい、全部の面で色を合わせるの。ルービックキューブだね。カシャカシャ。ここをこうしてこうだ。あれ、こっち側が合わない。これなら今度はこっち側が合わない。できた。どうやったの。頭の出来が違う。ムカつく。これでこうなら、それだとこっちがダメ。片付けるから返して。あ、待って、あとちょっと。ってあれ、今どこにしまったの。乙女には秘密が多いの。早く行くよ。ま、待てよ、気になる。明らかに、現代的な、てかもう服装からして現代なんだよな。明らかにおかしい。別の世界から来た可能性が高いな。いろいろ妄想はあ、言ってこの野郎、なんだてめえ。ってうわ、なんだお前ら。いてて、何って、遠野よそ見に来たんです。ん、よそ見にって悪いことは言えねえ。さっさとつらかった方がいいぜ。その様子だと何かあったみたいだね。でかい魔物が出たんだよ。あんなのがいるなんて聞いてねえ。先見の連中もきっとあいつにやられたんだ。俺も命からから逃げてきたんだ。魔物、それが魔力を貯めてる原因なのかな。可能性は高いね。俺はとっととつらかるぜ。あばよ。ん、あ、待って、行っちゃった。魔物ね、そんな強い魔物がいるのかな。ま、大丈夫でしょ、なんとかなるよ。本当、勇者がビビるな。っていうか、まあ俺たちなら絶対勝てるよ。まあ、とりあえずユウがいれば絶対勝てるよ。まあ俺の剣もえぐいしさ。まだいないんだね。この上にいるのかな。まあ道中の敵、まあ狩らなくてもいいでしょう。わかんないけど、まあアイテムとかも落ちてないし、強さねえ、ユウってひょっとしてすごく強い。なんで今。いや、魔物たちと戦ってみてまじまじと実感してる。なんか動きとか技とかすごいし、素人目でもめちゃくちゃ強くない。あんたから見たらそうかもね。ユウって勇者に憧れてるんだよね。それだけ強ければひょっとして天魔や魔王なんかとも戦えるんじゃ。私そういうの、世界の平和がどうとか魔王がどうとか死ぬほど興味ないから。え、それじゃあなんで勇者に。行くよ。え、待ってよ。もう絶対絶対に何かがあります。もう隠してねえもんな、作者が。ここは伏線ですよ。ここがあの、この後シナリオに重要になってきますよってもう言ってるもん。この辺でセーブしようか。回復もできるしと。朝日、戦う準備はできてる？いきなり何？大丈夫、セーブもしたし回復もした。クリスタル？これって魔力転送用のクリスタルだね。でも動いてないよ。魔力が切れてる。転送用の魔力が供給されなかったのはこのせいだね。そしてその原因は来るよ。え、何が？ドラゴン。グー、ドラゴンだ。魔力ぐらいのドラゴン、転送装置を動かすだけの高純度な魔力に釣られてきたみたいだね。じゃ、これは私がやるから、朝日は見てるだけでいいけど、とばっちりで死なないでね。僕だって戦うよ。俺だってもうあの剣があるんだからよ。待ってくれ、こいつはもうやたらめったら打ちとかしちゃうか。108しか食らわねえ。今何かしたか、何でもやるじゃねえかよ。おい、700ダメ、普通に攻撃者が強くね。スーパーヒール、まあ攻撃でいいや。これ普通に攻撃者が強くねえか。ユーのさ、あ、1600ダメージ、おお、会心。1600ダメージだったらどっちが強い。まあほぼ変わんねえか。自分の体力が減ってればいるほどだから微妙だよね。武器に力を宿し、ブーメランのように放り投げる。これは敵全体攻撃だから、敵一体に組手、敵単体、固定ダメージを上げる最終打撃、最終打撃。敵の強さによってダメージが変動する。これいってみよっか、組手。引き裂く、ボエとんでもない強さの技が、10TP で打ててしまいます。どれやてか、これよく見たら何、この TP はどこに表示されてるんだ。これは MP は青だよね。で、この緑は多分 TP だと思うんだけど、 TP ってこれ一番下の欄かな。あの、なんか一番下のゲージっぽいかな。うん、数値化されてないから大体で判断しなきゃいけないんだね。多分このぐらい溜まってるなみたいな。あ、マックスまで溜まった。てか強くない、このドラゴン。まあ強かったけども、てかよく見たらさ、毎回なんか自動回復してない、ユウ。すげえなこいつ、自動回復まで持ってんだ。でこれだ、キャラクティックブレイジン。はお前、なんなのこれ。敵単体に固定ダメージの最終打撃だよ、最終打撃だよ。
敵の強さによってダメージが変動するの か, か弱い、効かない的には全く効かないんだね。なんかよくわかんねえな。まあ、チャージあー、まあ、チャージしなくてよかったかな。そんな溜まるんだ。あー倒しちゃった。朝日、まさかの朝日が最後の一撃。まあでも王道勇者らしいけどな、ドラゴンを倒すとか。おいや、経験値くれないんかい。くおー、朝日生きてるね。生きてるけど今にも吹っ飛ばされそうだよ。返事できれば十分。じゃとどめを。んくおー、惜しい、あとちょっとで当たってたのに。朝日下がって。え、なに。いいから下がって。はじめまして、私グリセイル。グリセイル、今度は何。シテンマ、グリセイル、魔王の部下のシテンマの一人だよ。え、またシテンマ。さすが勇者、私のこともよく知ってるんだね。後ろにいるのは誰、仲間。まあいいや、タックンが勇者が強いって言ってたから遊びに来ちゃった。アサヒ、外まで逃げな。うん、そんな一人でテンマと戦うなんて無茶だよ。ああ、もうしつこいんだよ。あんた勇者なんだから、ここで死んでもらっちゃ困るの、わかる。それにあんたがいたら構いながら戦わなきゃいけない。ドラゴンの攻撃だって全部私がさばいてたんだから、はっきり言って邪魔なの。今のあんたじゃ天魔となんか戦えるわけないんだから、いいからさっさと降りろ。うん、ユウ、死なないで。行っちゃった。2対1でもよかったのに。いいの、別にいいよ。荷物は最初から1にカウントしないの。それにしても今代では天魔は必要に勇者に戦いを挑みに来るんだね。魔王の方針、若い目は早いうちに敵なわけ。ええ、内緒。君らの魔王は本当にそんな勝手なことをしろとおっしゃったわけ。え、やっぱり魔王様なんじゃないかな、ハンユーは。それにあんたがいたらかばいながら戦わなきゃいけない、はっきり言って邪魔なの。今のあんたじゃ天魔となんか戦えるわけないから、いいからさっさと降りろ。僕は弱いから足を引っ張っちゃってたんだ。もっともっと強くならなきゃ、誰も守れない。ユー、仇は絶対。ふう、安川だ。はぁ、あ、待っててくれたの、どうも。いや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 、なんで無事なの。いや、無事ですけど。え、僕の涙返してよ。嫌ですけど。てか、あんたならともかく、私はあの程度の敵、不覚を取れたまじゃないんですけど。うん、あのね、なんか誤解されてたら嫌なんだけど、別にあんたが何か負い目とか感じる必要ないわけ。私が適材だっただけ。ちょっと暴れてたら魔力転送もなんかうまくハマって治ったみたい。さっさと南の大陸に行こう。向こうに着いたら魔導学院とかあるし。服とか汚れちゃったな。あ、朝日、袖のところほつれてるよ。ほら、ちゃっちゃと歩く。魔王様なんじゃねえのか、おい。嘘だ、私がこんなところで、あの強さ、そして何よりあの技、あの子もしかして。知らせないと、マルフェゴール、タックン。魔王様なんじゃねえの、だから。なぜ四天魔がサブカル勇者の技のことをよく知っていたのか。そして、なぜ四天魔の事情を、ユウが知っていた、今。魔王様は本当にそんなこと言ったのかい、なんて言ってたよね。こいつやっぱり、魔王様なんじゃねえのかななんて思っちゃいますけど、どうなんでしょうね。まずは先に報告しといた方がいいのかな。一応、いらっしゃいませ。一生こいつロングソード売ってるだけじゃねえかよ。もし門が復旧しても挨拶は不要。あ、そうですか。なんかこれを報告することによってさ、俺のさ王道勇者レベルがまた位置上がるんじゃねえかなと。演習でこちらまで来ていたんだけど大変だったよ。これでやっと魔導学院に戻れる。ロロラの門がやっと使えるようになったからね。これから魔導学院に荷物を届けるところさ。あ、旅の扉的なことなんだね。ワープするんだ。ゲートに異常なし、これからは正常に使えそうだな。なるほど。まずはじゃあセーブして、魔術学院、ここがムーンギアか。ここまで来ると冒険しちゃった気がするね。あんまりキラキラしないでよ、田舎者だと思われるよ。たくさんの建物やインフラを魔法に頼っているから世界トップクラスに街が発展しているんだよね。あれってカジノかな。いろいろ見てもあるぞ。ちょっと話聞け。でっけえ、あ、これ宿屋か。おえすげえ、めちゃめちゃなんか高級なんだね、何もかもが。全員話しかけるか。ホテルだ、うわーい。こらこら、足回るんじゃないよ。ホコリがば、ホコリが、うわ、何これ、すごっ。白黒に、画面が白黒になるぐらいのホコリってすごいな。この辺りじゃまともに機能してる街も少ないからね。
ここが実質南の拠点、やれやれだわ。魔王城に近づくにつれてやっぱりそのあれだよな。でもこんなに発展してるけどな。お疲れ様です。お部屋は、あ、お泊まりの方ではないのですね。あとは1階が、まあ、コンセルジュみたいな、あ、違う、普通にあれだった、受付だった。談笑している、談笑している。ルキウスがいる。ふぅ、ここは宿泊者専用のバーさ。あんたたちは違うだろ。ふぅ、宿泊者にこんな素敵なバーが開放されているなんてね。演奏に集中している。やれやれ、ここらじゃ落ち着いて飲める場所も少ないからね。ふん、なんか全員に話しかけなきゃいけないってわけでもないのかな。大魔法都市ムーンギアへようこそ。ここに来たなら一度は魔導学院、バリアノに、バリアノに、あ、殺しアムなんだこれは。魔導学院バリアノは、は、あ、もう飛ばされるんだ。なんだよもう、ちょっと待ってくれ、いろいろちょっと、なんか困ってる人、こいつ助けることで、あ、全然なんか自業自得だったわそこのお方、10ゴールドを分けていただけませんか。ほら、あげることがなんか王道勇者としての行いになるのか微妙なラインじゃないか。あ、そうなんだこれ王道勇者としての行いとして認められるんだ。なんか微妙なラインだと思ったけどな。だってさ、クズを助けてさ、あ、この辺で中年の男を見なかったか、単発でヒゲの、それならさっき、あの野郎、娘も女房もいるのに家の金を全部ギャンブルにつぎ込んじまってクソみたいな生活しやがんだ。路上で観光客相手にこじきして家にも帰りやがらねえ。もし負けても金をやったりすんなよな。だ、こういうことになるから、だからどうかと思ったんだけど、レベルバカみたいに上がってるからいいや。あれを経験値とみなそう。10ゴールドで経験値を買った、そういう風にみなせばいいや。なんといってもドラゴン座の名物はクイーンよ。正体は不明、圧倒的な演技力で観客を引き込み見たものを虜にする。ただその当番は誰にも知らされていない。彼女が出演するか否かもわからないの。んー、ミステリアス。ここか、ここカジノか、エスポワール、ここカジノだよね。うわ、いっぺん行ってみたかったんだ。旅で少しお金も貯まったし、ちょっとだけなら遊んで行ってもいいよねよし、遊ぼう。カジノ代表者伊藤、脱税の容疑で逮捕だ。摘発されてるパンチケース、俺は追い詰められた。ありえねえ、こんなこと。くにゃーざわざわざわ、今日は無理そうだね、帰ろっか。カジノえらくざわついてるカジノだったな。コロシアムに行くのかい。やめとけ、嬢ちゃんみたいな子が行く場所じゃないよ。どこだよカロシアムってのは。あれ、この辺の方じゃないみたいね。この年の大きさ驚いたでしょ。てかなんかもう若干迷子になってるもん。どこがどこだか分かんない。あ、これ武器屋じゃないな、道具屋だ。まあこれステミラント1個も持ってないからステミラントだけ買うか。お前たち参加者か。ポーションの携帯は忘れるなよ。参加者ってなんだよ。いらっしゃいませ、せせ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 せ。こんなさ、チョコマかチョコマかさあげても意味あんのかななんかさ、意味あんのかよくわかんねえよ。まあ一応装備しよっけど。あ、こっちもか。いらっしゃいませの極み、めちゃくちゃ下がる。そらそうだよなこいつは、ふむ、格闘大会に向けてどの武器を使うか。あ、ここ格闘大会なのかな。あ、そうだ、ここコロシアム。次の大会はどんな戦いが見えるのかしら。それでもやっぱり優勝は小林かしらね。あら、格闘大会に参加規模かしら。でも残念、次の開催はもう少し先ね。はあ、あ、こんだっか。奥は、ん、観客もいないし、あ、開催されてない。格闘大会の日にはこの会場は大勢の人で盛り上がるのさ。今は開催されてないんだね。もう少し先っつってるもんな。そっか、せっかくね、俺がこのレベル25のこの実力をさ、いかんなく発揮してさ、で優勝してなんかね、賞金ゲットしてみたいな、ちょっと考えたけどな。ここはなんだ、教会か。まだ行ってないとこいっぱいあるんだよな。用もないのに話しかけたんですかなんでそんな辛辣なのねえシスター祈りに集中している。こんにちは、祈りを捧げていきま、はい、あ、セーブね。そんだけか。なんかだだっ広いけど別にやれることはあんまないのかな。あと行ってないとこなんか、ミュージアム なんかあったよね。ここか。今日こそクイーンに会えるかな。
さあ、クイーンは演劇においても神出鬼没、彼女が登板するか否かで劇の内容は大きく変わるんだからな。一日を変え一生を変えるドラマを、大劇場ドラゴン座、ミステリアス・ザ・グレイトって感じね。行ってみましょうか。ドラゴン座へようこそ。本日は入場フリー、一般公開となっております。ラッキー。一人で見に来たんだ。ゆっくり見られるから楽しみだよ。今日の公演は高速回転する馬？何それ。クイーン出なさそうだけどな。お疲れ様。あれ、職員じゃないのか。どんどん こういう関係ないのに、全然関係者じゃないのにどんどん中まで入ってっちゃうって、これ勇者特権だからね。お疲れ様。あれ、職員じゃないのか。どんどんこういうもう裏楽屋なんかにもうどんどん入ってっちゃって、今日も馬のやつ絶好調だな。場を温めてくれるだろう。小道具よし、メイクよしと。逆側の楽屋に入って、そこにクイーンがいるんじゃねえのか。おい、ちょっと動かないで。クイーンは今日も、ああそうなんだ、全く人気だからって身勝手な行動してもいいわけじゃないのよ。次の出演はあいつとあいつか。クイーンがちょうどなんか俺が見に来るときに出てくるってわけでもねえのか。じゃあなんかここでイベントが起こるとかっていうわけでもないのかな。でもなんかこんなにさ、いろいろさ作ってあるのにさ、あ、これ奥行けねえし。あ、テレス、ほう、あれがドラゴン座名物の高速回転する馬。すごいね。いや違うよ。は？何だったんだ。結局足元に受付いた、下からなって、なんか意味ないのかな、あんまり。結局来たけどさ、あんまり、おだやそういうことね。あの毛並みただもんじゃねえ。これ楽しいか。集中している。今日はクイーンの登板はなさそうだな。これなんか前のやつの帽子が邪魔すぎる。あの馬やべえな、大胸筋がすげえセクシーだ。ねえ、ここ寄った意味ハロルド。ねえ、寄った意味ねえじゃねえかよ。結局何だったんだここは。いろいろなんかあるけどさ、結局なんか何にも必要ねえじゃん。ここ来るだけじゃん。ここは魔導学院バリアノ、すごい大きいね。大陸の防衛の中枢を担う精鋭たちを育てる場所だからね。ねえねえ、見物とかできないかな。ん、見ない顔とか。君たちは生徒かい。いや違うんですけど、学園の見学とかできませんか。いや、うちはあいにく関係者以外。ああ、彼女たちは私の客だ。ん、こ、校長。ようこそ朝日、待っていたよ。立ち話もなんだから学園を案内しながら話そうか。おいで。ん、お邪魔します。ゆう、待ってよ。君は校長のご友人か何か。あ、僕たち勇者で。ん、勇者、それならそうと言ってよ。ごめんなさい。あ、ゆう、待ってよ。なんかさ、まだ四天魔のさ一人が誰か分かってないじゃん。こいつが最後の四天魔なんじゃねえかっつってさ、なんか新しいやつが出てくるたびに疑っちゃうんだけど。来たね、ようこそ魔導学院バリアの絵。じゃあ案内するよ。待ってください、あなたはなんで僕のことを知って。すぐにはやっぱり分からないか。まあここからいろいろ案内するから、ゴールまでに思い出してくれればいいさ。思い出して。じゃあ行こうか、学園案内ツアー。それじゃ行こうか。もう少しかかるかなと思ったけど、案外早くこっちの大陸まで来たね。僕とあなたは会ったことあるんですか。名前は知ってるの。勇者朝日。ん、はい。君は魔王を倒すんだろ。この大陸まで来たということは腕もまずまず本物なわけだ。もちろん僕は勇者ですから。場所を移そうか。魔王退治に忙しいのは承知だが、せっかくこの町に寄ったんだ。実はその腕を見込んでお願いがあってね。この町がインフラの大部分を魔力に頼ってるというのは有名な話だけど、実はその動力は無限ではなくてね、魔力の制御を担うヒララガンがつきそうなんだ。ヒララガン？めったにつけるものじゃないから補充も数十年単位なんだけどね。そろそろと思ってね。こっから西にあるサメの目、そこまでヒララガンを取りに行ってはくれないだろうか。それをもちろんいいですけど。いや、そうかい、助かるよ。祝福を受け勇者となった君には、勇者として振る舞う権利が与えられる。同時に勇者として振る舞う義務もね。ん、その言葉、その声、気づいてくれたかい。そう、初代こと資源の勇者ジェネと、私のこと。こんなところで学園長やってるんだ。
驚きですよ。まさか魔導学園の校長だなんて。っていうか祝福の時のあの語り口、普通にどっかの洞窟の中に暮らしているのかと。モグラじゃあるまいし、そんなわけないだろ。洞窟、この学校の地下にいるのは勇者に洗礼を当てる時だけさ。ここの校長は身分を隠して勤める神みたいなものだよ。私の存在はトップシークレットだからね。生徒たちであっても他言は無用だよ。平和を保つためには私たち勇者だけの力では足りない。私はそう思う。そのためなら利用できるものは何でも利用するべきさ。だから私の有り余る寿命を持って少しでも後の世代を育てようと思ったんだ。すごい、まさに勇者の鏡ですね。そんな立派なものじゃないさ。現に、いや、それで平良館の件は任せてもいいかな。この町の魔力をコントロールしているから私はここを動けなくてさ。いいですけど、今さらっとすごいこと言いませんでした？サメの目は熱いから気をつけていきたまえよ。平良館を取ってきてくれれば南にある七の門の通行許可証も出そう。それじゃよろしく頼むよ。任せてください。行くよ、ユウ。ユウはお前何し、ああ、右上にいたわ。で、こいつ顔なじみなんだろ。まだ勇者ごっこを続けるつもり？ん？私のこと見えてたの？最初から全く相手にされないから透明人間にでもなっちゃったのかと思った。質問に答えてよ。一応はもうやめれば、こんなこと。それはできないよ。報われないじゃん。散々やっといてよく言うよ。誰がさ、自己満足だよそんなの。じゃあね、お願いがあるんだけど、私や君には協力できない。あの子を守ってあげてよ。やれやれ、これだから約束なんてしたくなかったんだ。めちゃくちゃに伏線ばらまいてる。デスタックス、魔王様は？あ、どうした急いで。いいから。いやいや、落ち着けよ。休んだろって話だろ。お前こそどうしたんだ？そういえば何か調べるとかなんとか。それは言えない。は？意味わからんのだが、それを聞きに来たんじゃねえのかよ。言えるわけないよ。とにかくまだ確証が持てないから、その確認を魔王様にしたかったんだよ。あ、そう。今のって二人とも、あ、お前無事だったのか。ゲー、グルセル、ハロー、元気？おいおい、どうしたってんだその体、ボロボロじゃねえか。勇者に負けちゃった。はぁ、勇者だって？お前やっぱ勝手に勇者に挑みに行ってたのかよ。そうなんだ。でも、でも足も出なかったや。はぁ、お前一応シェーマの一人だろ。もう少しやれると思ったんだけど。それで今どこにいる？何やってんだよ。あのね、私勇者に負けちゃったの。それをさっきも聞いてよ。それで多分私もう死んじゃってる。ん？何言ってんの？グリセル、お前体が消えかかって。私の本当の体はここにはないよ。神様がプレゼントしてくれた最後の時間なのかも。な、何言ってんだよ。バカ言ってないで。マルフェゴール、わかった、ごめん。あの勇者、タックンが言ってた通りものすごく強い。見たことない技も使うし、素の戦闘力も段違い。マルフェゴール、タックンでもパワーじゃ勝てないかも。でもあの子チャージを使ってた。あ、俺チャージ使ったわ。チャージ？え、それは確かか？間違えるわけない。だってあれは、それともう一つ大事なこと。確かに勇者は二人組だった。でも片方、変な格好じゃない方は私と、その前の戦闘でもかばわれてた。ひょっとしてそこが弱点かも。ん？かばわれていた？ごめんね、全然粘れなくて。こんな情報しか教えてあげられないんだけど。いや、いい、十分だ。少し確信を持ってた気がする。あは、もう時間かも。消えちゃいそう。それじゃ悪いけど、魔王様には代わりに怒られといてね。おやすみ。け、騒がしいガキだったぜ。せいせいする。あばよ、まさかこんなに早くシテンマがやられるなんて。こんな事態だってのに魔王様はまだお休みか？いるね。ん？おげ、魔王様？グリセールの気配が消えた。何かあったみたいだね。それがそうか、あいつめ、勝手な真似よ。お前たちは今度こそ待機だ。また指示を。魔王様、その件で聞きたいことがあります。なんだい？最後の四天魔、四天魔を呼び出さないのは何か理由があるんですか？グリセールは相ま見えた勇者がチャージを使っていたと言っていました。魔王様、ひょっとして勇者の正体、いや、奴に協力しているのは。よし、サメの目だね。場所わかる？町を出てからずっと北西ね。赤いから多分すぐわかるよ。あ、動かせるんね。じゃあセーブして、まあ間違いなくもう U ってのがあれだな、魔王サイドの誰かなんじゃねえのかっていうのはもう確定っぽいけど。あー、落ち着くな。なんだよ、邪魔しないでくれよ。どういう癖や。校長先生、実は吸血鬼なんじゃないかって噂があるんだよ。数年前と写真の顔が全く変わらないんだぜ。若さの秘訣ってなんだろう。まあ寿命がなんか無限にあるんでしょ確か。知らないんだよな。自習でもしてんのかお前ら。
魔法学の授業難しすぎるわ。ここで魔法学んで立派な兵士になるの、まあ、こいつら全員話しかける必要あんのかな。まあでも一応次は教室移動か。校長先生かっこいいよな。男の俺でも憧れる。人としてどうのこうの。こっちか。なんだこれ、お、なんだこれ、麦茶。やっぱり授業の終わりにはこの一杯にかけるな。ビールみたいな感じで言わないでくれるか。はい。あ、カエル 75% 買うってすごくね。これこれめちゃめちゃ買うべきじゃないか。 75% ってすげえだろ。おい、事故買っとこう。お盆持ってフラフラ、お盆持ってフラフラ、お盆持ってフラフラしている。食事に集中している、食事に集中している、食事に集中していない。どういうな、何をしていたんだろうな。食事に集中していないのはいいとして、あの規制を発して一体何をしていたんだろう。読書に集中している、読書に集中している。あれ、図書館では静かにね。読書に集中していないやつがいるわけではないのか。次の授業で使うのはこことジャンルの本とパラレルワールドという本が置いてある。立ち読みする。諸君はパラレルワールドという存在を信じるだろうか。この世界とよく似た、でもどこか少し異なった世界。そんな世界がもし存在するとしたら、私は高度の計算と情報魔術を用い、その世界の存在を安上がりでお腹くれる、とても家計に優しい一品です。誰かのいたずらで途中から違う本が始まっている。カフカ。裏表紙は元の本のようだ。カフカ、カフカってやつに会って、そのパラレルワールド、その異世界解釈みたいなことを、魔法の歴史に関する本が多いが、情報魔法の本も少量あるようだ。おや、見学かな。校長から話は聞いとるよ。君が今代の勇者か。今度こそ魔王を倒してくれ。頑張るんじゃよ。そのだからカフカってやつの居場所が多分あの井戸の下で、でそいつから話を聞いて、あの本の続きの話を聞いて、で多世界解釈の話を聞いた結果、こいつは多世界、あのこいつは異世界人だってことが判明してみたいなところまではなんかちょっと推測できるな。あら、ここは教科書何かよ。教科書だから、こういう探索もやっぱ大事なんじゃねえのか。このゲームさ、お、あんたが噂の勇者か。魔王を倒した暁には手合わせ苦いと思うもんだぜ。ノーマルルート、ノーマルエンドとトゥルーエンドとに、あの2つあるらしいのね。でトゥルーエンド行くんだったら、アラブ会社の方かしら、多分そういうイベントをこなさないといけないと思うんだよ。おっと、廊下走られてくるよ。そのイベントって絶対にあの井戸関係してくると思うんだよな。あと今の多世界解釈的な本パラレルワールドとかも絶対関係してくると思うんだよな。だからこういうところ調べるの大事だと思うんだよな。いて、死ぬ。あら、体調不良かしら。これで一応全部調べたかな。左の教室も全部行ったもんな。あ、2階か。次は情報魔法基礎か。まだ出席余裕あるし、ブッチワンチャンあるな。ここ行ってないんだよね。見学では聞いてたけど、学生電話で見る必要ある？まあ一応見とかないと。女子寮。女子寮の方チラチラ見ている。どっちが男性？あ、こっちが男子寮か。あ、テレーゼが男として。な、女の子？なんでここに？マジなんで？なんで？テレーゼって結構さ、女として、あの、男として使われたりするよね。一応デフォルトではどっちということになっているのか。女の子？もしかして俺のファン？公式設定はどうなってんだろうな。まあ確かに男とも取ることはできるけど、俺のイメージではもうやっぱ女の子だけどな。あー、寝るね。寝てこねえと徹夜だし、出発まで4時間しかねえのに。ハロルド、俺いつか勇者みたいにみんなを助けたい。勇者にはならないけど夢見るのは自由だよな。多世界解釈パラレルワールドのお前は勇者になって頑張ってるぜみたいなこと言ってんのか。なんかそういうさ、細かいところでさ、この作者さんのことだからさ、こうシナリオが練ってあるんじゃねえのかな。なんて何を、私が言っちゃ文句あるわけ。そのあるよ。ダメ、一人だったらまだ、おいおい、ちょっとだけだぞ。一人だったらまだし、てかもう、もう何だったら男しかいないんだけど。おい、ドーナットキャーン、エチスケッチサンドイッチ。どうなってんだここは。おい、おかしいだろうかよ。おいジョーブ、お前もうちょっとちゃんと管理しろよ。
明らかにおかしいやつらがなんか紛れ込んでるよ。紛れ込んでるどころかあいつらがメインじゃねえかよ。どうなっとるんやここは。ちゃんとお前な、ま、でもな、現代的な話をそのなんかね、いろいろあるじゃん今ってそのさ、なんだっけ、トランスジェンダーだっけ、もうよくわかんねえんだけどさ、そういうなんかそういうセンシティブな問題があるからな、なんとも言えねえけどさ、でもあいつはダメだろ、あいつらは絶対ダメだろ、あいつら女子寮に入れてちゃうよそしてここな、ここ行けばいいんだな。まあ多分だけど、お、まあ多分だけど道中敵に困ることないんだろうな。さっきもさ、結局道中の雑魚も楽勝だったし、ボスも全然楽勝だったし、なんかこの手のさ、ここまで RPG として戦闘がそんななんか重要視されてない作りなんだとしたら、多分もうあとはずっと、おい大丈夫か、手には見慣れないアクセサリーを持ってるようだ。なんだろうこれ、レアアイテムかな。こいつまだ生きてる、どうする、え、回復させる、魔物とはいえ傷を負って無抵抗の相手を一方的に攻撃するのは気が引けるよ。これ大丈夫なの、こんなことしてさ。ん、礼を言います、ありがとう。この指輪は母が残したものですが、妻と二人の子を養うため室に入れ生活の足しにしようと思いまして、こちらの大陸まで来たのですが、ここに来たところでドラゴンに襲われてしまったのです。ドラゴン、ええ、この火山の魔物に紛れてひときわ巨大なドラゴンが潜んでいるようです。出会っても相手にしない方がいいでしょう。それでは失礼します。はあ、あれこれ今のさ、殺すべきだったのかな。ちょ待って、ちょ殺してみるわ。殺した方が勇者として、王道勇者としてのレベルが上がるみたいな。楽に立つならちょうどいいや、最終よ、オースのままに。あ、やっぱレベル上がるんだ、これが勇者としての王道な行いってことなんだ。はあ、ハイパー指輪、ダセー見た目だな。うわー、とんでもないやつよ、そんなる。あー、そういうことか、勇者としての行いを、その王道的な行いをすればしていけば、おのずと装備が整って、おのずとこういう風にすげえ強くなっていく、言ってたもんね、お前がなんか勇者としてなんかその思えば思うほど強くなっていくよみたいな。あれはだから王道、勇者として王道な行いをすればしていけばしていくほど自然と強くなっていくってことだったんだ。だからその民家のあのババアのところの炭素を調べるのも、ねえユウ、ずっと気になってたんだけど。何、ユウが着てる服とか武器とかなんか珍しくていいよね。そういうのってどこで手に入れたの。わからない。え、知らない、旅してるうちにいつの間にか手に入ってた。一丁羅だからなくなったら大変。いつの間にかって、え、勝手に出てきたみたいな言い方、割と回復した。そのやっぱりパラレルワールド、その異世界から、異世界にあるものが、あ、ちょっと待って、宝箱レベル上げる必要ねえよな。なんだこれ、引っ張り上げ装置、なんだそれは。へえ、なんか下から引っ張り上げるための装置、暑さで故障している、なんか重要アイテムだったわ。引っ張り上げ装置、下から引っ張り上げる、まあなんかイベントがあるんだろうなこの先で。で、あ、行けなくなってるね。こいつ話しかけるのかな。ちょっと待ってな、急がば回れという可能性もある。あ、急がば回れかなこれ。はい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 、そういうことですね。なんだあれ、関係ねえか。ドラゴンが出るって話だったけどな。サメの目、あーつー、暑すぎる。なんで平気な顔してるのさ。このぐらいなんでもないよ。朝に気をつけてとは言われたけど、まるでサウナだよこれ。これぐらいなんでもないよ。早くひらら館を回収して帰りたいな。このぐらいなんでもないよ。ユウ、このぐらいなんでもないよ大丈夫じゃねえじゃねえかよ。好きな食べ物は、このぐらいなんでもないよ。愛読書は、このぐらいなんでもないよ。わわ、ユウが壊れた、早く用を済ませなきゃ。なんでもなくねえじゃねえかよ。お前が一番来てんじゃねえかよそしたらまだ続くのか、結構長いな。結局あのアイテム使ってないままだけど、どこで使うんだあのアイテム。もしかしてこの洞窟では使わないのか。この洞窟では使わずに、なんか町とかで使ったりするのか。なんかもう 見切れてるけど、町こうだね。アイテムもどんどんさ溜まってくけどさ、もう使わないからさ、正直
だって戦闘においてこれ負ける要素ねえもんな。これもしかしてだけどトゥルールート行くためにはレベル75レベルまでも上がってんじゃねえかこいつ。さっきの勇者の行いで、あれか、容赦なく魔物を殺すっていう行いをしたおかげでってことなのかな。あれそんなにも王道的な行いだったんだ勇者として。すげえレベル上がってる。朝日どうしたの、優の方から話しかけてくるなんて珍しいね。ずっと気になってた、あんたのその一人称何なの。一人称僕とか男みたい、あと痛い僕、あーこれもうだいぶ慣れちゃったけど、それでもたまに私って言っちゃうんだよね。何僕、いや優の前なら予想必要ないね。私勇者になるって決まってからいろいろ勉強してさ、勇者はみんなの模範だって、勇ましく代表である存在だってずっと聞いてきたから、少しでも勇者らしくしようと思ってさ、それから僕って使ってるんだ。へ、結局キャラ付けかよ。もう真面目な話してるんだから茶化さないでよ。茶化してるように聞こえたなら謝る。別にそういうのじゃない、あんたにとっての勇者ってそういうのなんだって思っただけ。言う？これを挟むことによってレベルが上がってるわけじゃないのか。あーじゃあやっぱあれなんだ、あの民家から物取ったりとか、魔物から魔物、いや死にかけの魔物殺して魔物のなんかアクセサリー奪ったりとか、そういうのをすることによってレベルが上がってんのか。そうだよね、だってレベル上がるとさ、なんか出るもんね、グラフィック、あのなんかダダダダンダダダンみたいなのになってさ、あれでこっち行かなくていいんだよね。 OK、 よしよしよし、じゃあもうラス、ドラゴン戦かな、洞窟のボス戦。あ、お前たちは今度こそ待機だ、また指示を。魔王様、その件で聞きたいことがあります。なんだい。最後の試練場、シテンマを呼び出さないとは何か理由があるんですか。グリセールは相見えた勇者がチャージを使っていたと言っていました。魔王様、ひょっとして勇者の正体、いや、やつに協力しているのはシテンマ、やつではない。あー、シテンマの方だったのか。なるほどね、その可能性もあったか。は、え、ひょ、いやいやいや、何その理屈、意味わかんないんだけど。え、いやだって、え、シテンマが裏切ってるってこと。え、ひどくないその戦。いや、チャージが、知らねえよ、実際に見たわけでもなきゃ確定もしてないのに勝手に話進めんなよ。ていうかシテンマは別に仕事があるから頼んでるの、ちゃんと居場所も把握してるから。そうなんすか、当たり前でしょ、魔王の右腕である部下を野放しってなんだよそれ。ああ、まったく、勇者の同行者の正体は突き止めないといけないんだろうね。まだ待機しておいてほしかったけどやむを得ない、デスタックス任務だ。ほう、勇者と噂の同行者、その実態を確かめておいで、隠密行動に向いたお前ならなんとかなるはずだ。わかりましたが、もし交戦するようなことになれば2人を分断するといい、グリセールが言っていたことが参考になれば。だが魔王様、私はデスタックスが心配かい。まあ正直無理もないか。でもデスタックスの能力の前でマルフェゴール、お前は足を引っ張ることになる、ここはおとなしく従ってくれ、お願いだ。はい、じゃあ行ってきます、俺は生きて帰ってくるからよろしく。ということはあいつが来るんじゃねえのか、もう採用かな。 OK、 行こう。ここかな、おいね、暑かったよ、回収して早く帰ろう。何かいる。ん、え、何、嘘やろ、もうバレたんやけど。だからさ、この U は一体何者なんだ、どんだけ強いんだこいつ。お前は、シテンマが一人デスタックスですけど、とりあえず分断ダメですけど。言って残念だけど遊びに来たのならこれで。待って、U、何、今とどめをさ、そいつは僕が倒したい。ん、非効率的、なんで。そいつにはあの時負けてるんだ、優の方が強いだとかそんなの関係ない、僕はまだ勇者としてマイナスなんだ、今ここでゼロに戻したい、こいつに本当の意味で勝ってマイナスをゼロに戻したいんだ。あんたにそれができるわけ、わからないよ、でも守られてばかりじゃいられない、勇者はみんなを守るものだと思うから、優だって守られるべきなんだよ。もちろん今は手の届く距離じゃないし、僕には力も全然ないかもしれない、でも必ず優を守れる勇者になるから、そのためにはここで勝たなきゃいけないんだ。はあ、そう、それじゃあ私は手出ししないから、せいぜい頑張りな。は？は？望まれても分断できた？じゃあこれはどういう状況だ？いや、これあれか、なめられてんだな、おい、そうだろ、あ？言いどけだ、二人嫌がるか、てめえが勇者本体だな、バラしてやんよ、おら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 。負けない、今度こそ僕は勇者朝日、弱気を助け悪をくじく、勝負だ。まあでもレベル75まで上がってあの武器とか装備してんだから勝てんだろよ、おい。あれ？ダメージ受けてない、ほら、そうだよね、あのアクセサリーとさ、あの武器装備してんだもん、2回攻撃だかなんだか知んねえけど、お前こっちはお前てかこいつ全然強くねえな、 HP1 万くらいしかなかったんだ。
楽勝じゃねえかよ。やっぱレベル75まで上がればね。お金ももらった、権限じゃやっぱもらえないんだ。バカな、この短期間でここまで強くなるなんて。どうだ、いつまでもやられっぱなしじゃないぞ。クソ、一位絶対逃がさない。待て、クッソ離脱だ。王道的な行いをしたからね、たくさん。はあ、勝てた。逃げちゃったね、惜しかったのに。うん、最後の方は無我夢中だったから。そう、汗たくさんかいちゃったよ。早くひららがんを回収して帰ろう。そうだね。ひららがんを1個手に入れた。いやー、助かったよ。それでこそ勇者だね。まあ実はこんなに量いらないんだけどね。あはは。それじゃあこの町から南に行ったところにある七の門の通行許可は出しておくよ。そこを越えれば魔王城は目の前だ。君の冒険もようやく終わりを迎えるだろう。月並みなことしか言えないが頑張ってくれよ。はい、君もね。このまますぐ行っちゃうと多分トゥルールートには入れないんだろうな。まあだからセーブは毎回毎回こまめに分けて。鍵がかかっとるわ。ここだな。ここにあるんだな、何かがな。あと忘れてねえぞ俺、最初の城でな、左上のところ行けなかったよな。そしてなんか奥覗き込んだらよ、奥の本棚のところが、これまた本棚のところがなんか調べれそうだったよね。そしてあの井戸の下な、ロープを作って井戸の下に行く。いろいろ、イベントがまだ残ってそうですが、あえてまっすぐ魔王城に今回は向かいたいと思います。まずはノーマルルートをクリアする。そのためにまずまっすぐ行かせていただきます。その後に、まあ、これ探査が調べる意味やっぱねえんだな、このゲームな。おや、こんなところに何の用だ。多分なんか吹き出してるよ、調べれるところは。多分武器の点検、よし、やれやれ。ここの配属なんて貧乏くじだぜ。一応全員話しかけとくか。ここは向こうとこちらをつなぐ重要な拠点。いつ魔物が現れるかわからない過酷な環境に、劣悪な設備、たまったもんじゃないぜ。お待ちください。朝日殿、安倍王様よりことづけがあります。王様から、なんだろう。朝日、どうやら魔王城は近いらしいな。今のお前ならさぞ使いこなせるだろう。王家に伝わる伝説の武器、魔剣を与える。魔剣ノーネーム、これは真の勇者のみ扱うことができる伝説の剣だ。ぜひともこいつで魔王ダムネをぶち滅ぼすがいい。以上です。それではお気をつけを。あいつのドヤ顔が目に浮かぶね。わーい、武器もらっちゃった。本当に力がみなぎるや。すごいすごい。聞いてないし。あと俺すっかり忘れてたんだけど、このアベノブロマイドなんだこれ。結局使えねえけどよ、これどっかで使うだろ。これもどうせさ、重要なやつ全部使ってさ、それを全部使うことによって、てかよくよく考えたらこの引っ張り上げ装置もまだ使ってねえじゃねえかよ。よくよく考えたらよ、こいつら全部使ってトゥルルルートに行くんだろ本当は。だから今回はあえてノーマルルート行かしてもらう。弱えじゃねえか。あ、魔王を倒すという強い思いに応じて威力を発揮するんだ。ってことは単純な強さではこれの方が強いんだけど、魔王性においてのみだけこれが強くなるみたいな、そういうなんか隠された能力があるかもしれないぞ。排水で流れなかった、いくらかの魔物が残っている。あちらから襲ってくることはないだろうが気をつけていけよ。まあ大丈夫やろお前、俺レベル75やぞ。またイベントか。地下水路、なんだかジメジメしてるね。排水が終わったばかりなんでしょ。どのみちここを通らなきゃ魔王城はいけないよ。服が汚れる前にさっさと脱出しようよ。そうだね。はあ、奥にはいけない。こっちからか。はいはいはい、結構広いな。あ、でもこっち結局いけないのか。こっちの？こっちもいけない。じゃあこっちだ、結局。実質ここだ。いろいろあったけど。全部行き止まりばっかりだから。あれ、てかこの作りさ。この作りってあれだよね。一緒だよね。ほら。これ僕だけがこの世界のっていうさ、この作者さんのさ、何度も言うけどさ、前作の神ゲーがあるんですけど、実況動画上げてるんでぜひ見てほしいんですけど、総集編でね上がってるんで、一気見できるんで、総集編シリーズにあるはずなんで、それマジ神ゲーなんですけど、あれやったのいつだっけな、もう結構前にやったんだよな。だから忘れてたんだけど、これ作り一緒だね、このダンジョンの作り。これだからあのゲームでもあっちでも全く一緒の作りで、これほら全部一緒だわ。でも宝箱とかはなくなってるな、向こうではあった場所とかには。
で、これ多分ここのこういったらもうこれゴールだから。で、ここの上でしょ。あ、違う。あ、違う違う違う。合ってんのか。あれ、なんか微妙に作り変わってる。微妙に作り変わってんのかこれ。こっち、いやでもほぼ一緒なんじゃない。似てるけどな、作り。あ、一緒だ、一緒一緒。うん、一緒だわ、やっぱり。じゃあ行きますか。旅の終わり。ねえユー、ユーって魔王城に着いたら旅を抜けちゃうんだよね。そうだね、魔王城まであんたを送るのが目的だし。あのさ、ここまで来たんだから最後まで。朝日、それはあんたの都合であって私の都合じゃない。最初からそういう約束だったんだからわかるでしょ。どういう目的なんだよユー。お前の目的は何なんだよ。なんでこんなことしてくれるんだよ。そしてなんで魔王戦の直前にお前は抜けるんだい。それはお前が魔王だからなんじゃねえのか。だからだろ、最後に俺と対峙するために抜けるんだろ。違うのか。戻れるようになってるってのはどういうことなんだい。わざわざ戻ってなんかするんだろ。トゥルルートに行くためによ。だいたいわかるんだよな、そういう風にメタ的に考えていけばよ。ん、日用品が積んであるが、そのほとんどが、どのこうの。あ、すまん、店ならもうやってないんだ。ここによその人が来るなんて何年ぶりかのことだからね。今は村に住む人のために外から生活物資を取り入れてるだけさ。悪いが売れそうなものはないね。こじんまりとした、じゃあ限界集落的な感じなの。なんかのどかな BGM が流れてて、まあいいよね。なんかさ、こういうさ田舎の感じ、さびれてはいるけどさ、こういうところでさ、いらっしゃい、何も出さないけどゆっくりしていってね。よや、冒険者かな。何もない村だがゆっくりしていってくれ。こういう田舎もいいよな、暖炉があってね。なんかいろいろ調べれるな。希望の村という本が置いてある。希望の村の歴史は古く、第83代カッターの勇者と第83代魔王エルドリッチの時代まで遡る。魔王軍の急激な侵攻により多くの町が被害を受け、戦後の復興は困難を極めた。その中、復興の先駆けとしてこの地に希望の村が建てられた。辛い大戦ではあったが、この村の存在は世界中の民に希望を与えるだろう。それがここなんだ。今ではもうあれだけどな。ん？え？ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。それは後でやります。絶対にここがなるほどね、これがトゥルルートへの道というわけか。まずは普通に行かせていただきましょう。まずノーマルルート見ようぜ。魔王城から最も近いこの村だが、最後に襲撃にあったのは大昔、まだわしも生まれてない頃の話だし、それからはずっと平和だったってんだ。すげえ話だろ。そうだね、魔王城がそんな近くにあるのによくお前今まで生きてられたな。注意は？最後の村でのイベントを終わらせるとルートが確定します。1周目でエンディング B の条件を満たしている場合、ここで分けておくことでクリア後すぐにエンディング B を見ることができます。はあ、ちょっと待ってください。いや、どうしよっかな。ちょっと待ってな。この村は魔女に近い危険な場所だと思われてるけれども、小林兄ちゃんが帰ってきた。小林兄ちゃん、どこの町に行ったらなかなか帰ってこないからさ。小林兄ちゃんってあれでしょ、コロシアムのあれだよね、チャンピオンだかなんだかだよね。小林兄ちゃん、あの家なんじゃねえのか、あの家に住んでるやつなんじゃねえのか。そういうことだよな、多分な。ただ今回何にもせずに、一切の何もせずに行こう。トゥルルートへの行き方がむしろよく簡単に分かったな。ちょっと待って、下水道歩き回ったせいで汚れちゃったでしょ。一泊してから乗り込む。分かった、ここね。一切お客さんなんていつぶりだろう。部屋の片付けと掃除をしなきゃならねえ。悪いが中東村で時間を潰してくれないか。あ、どの道あのイベントこなさなきゃいけないんだ。で、このイベントをこなす前に、フラグが全部立ってればトゥルルートに行くし、何もしていなければあれだ、ノーマルルートに行くんだ。だからもう入っちゃっていいね。セーブもしたよな。だから入ろう。で、小林がいるんだよね。この家暖かい。あれ、誰か住んでるのかな。お邪魔します。動くな。誰だ。こいつが小林ってことだよね。冒険者か。何のようだ。名を名乗れ。あ、勇者朝日です。用とかは特に。勇者？その勇者が用もなのに人に家に入ってきたのか。小林、誰かいるの。カロエラ、安静にしていればいい。悪いが出て行って。小林、せっかく来てくれたんだ。私も久しぶりによその人と話がしたい。茶くらいなら出そう。座ってくれ。そうか、もう長いこと旅をしているんだな。そうですね。あはは、気を使わせちゃってすいません。
いや、構わないさ。こちらこそ強く当たってすまない。あなたは？この大陸では見ない服装ですね。ああ、これね。この世界のものじゃないの。ん？え、どういうことですか？嘘だよ。オーダーメイドだから。嘘？ぷ、あはいやいや、本当は。楽しそうで何よりだ。朝日と言ったか。ん？どうしました？お前はこの世界の勇者らしいな。この世界のと言ったね、今ね。お前には絶対的な正義の基準はあるか？正義の基準？俺にはあるよ。俺はこいつ、カルエラを守りたい。こいつはもう一生分の辛い思いをしてきたんだ。これ以上辛い思いをすることは何もないんだ。だからこいつのためなら俺は何でもしてやりたいと思う。それが俺の絶対的な正義の基準だ。なるほどね。まあ確かに正義の基準ってのは人それぞれ違うよな。小林さんにとってカルエラさんは大切な人なんですね。お前はどうだ？あるのか？絶対的な正義の基準。なあ、俺はさ。いや、悪い。少し熱くなりすぎた。小林さん、だいぶ日が落ちてきたか。そうだね、そろそろ宿に行こうか。話し込んで悪かったな。カルエラのいい気分転換にもなっただろう。あ、よかったらこれを持って行ってくれ。俺には必要ないものだ。小さな鍵を手に入れた。出稼ぎに行った時に拾ったんだがな。あの辺のものにしてもしばらく行く用事もないしな。俺には必要ないものだ。また近くに寄ったら来てくれ。またお前たちと話がしたい。はい、また来ます。約束ですよ。なるほどね。この鍵っていうのはどこのものかわからない。でもあそこに入った瞬間にもうルートが確定してるから、この鍵使ってなんかできたとしてももう多分トゥルールートには行かないから、お代はいらないよと。全部のイベントすっぽかしてとりあえずノーマルルート行こう。まずはねえ、ユウ起きてる？寝てる。ねえ、魔王ってどんな人なのかな。人じゃないし。突然何？私たちみたいに友達とか家族とか大切なものとかあるのかな。知らない。夜の献立が好きなものだと嬉しくなったり、綺麗な宝石を見つけたら喜んだり、旅に出たいなとか思ったりするのかな。意味わかんないし。誰かのために苦しんだり、本当は戦いたくなかったり、寂しいとか泣いたりとかするのかな。本当に悪い人なのかな。なんで急にそんなことをお前考え出したんだ。何言ってんの。でも倒さなきゃ世界は平和にならないんだよね。そうだよ。何があろうと魔王は世界を脅かす敵、そして勇者はそれを打ち滅ぼすの。何十年も何百年もそう続いてきたんだもの。あなたもそう思うでしょ？なんかさっきさ、お前の正義の基準とはなんだみたいなことを言われたから、それで考え込んでるんだろうな。ごめん、変なこと言ってさ。明日はとうとう魔王城かな。僕ね、ユウと旅するのなんだかすごく楽しかったよ。危ないとこを助けてもらったり、あんなに大きなドラゴンと戦ったり。あ、でもバカとか言われたの忘れてないから。ユウって勇者になりたいとか言ってたじゃん。最初はなんだそれとか、こんな見た目でとか思ってたけど、でもなんかずっと冒険してきてさ、こんな正義の味方もありかななんてちょっと思っちゃった。ここまで旅してきたけど、まだユウには勝てる気しないんだよね。でもきっとこの旅が終わる頃にはユウも守れるくらい強くて立派な勇者になりたいな。ここまで一緒に来てくれてありがとう。おやすみユウ。おやすみ。あと少しで魔王城だ。まさか負けるとは。クソ、ポケモンが二人に増えちまった。ダムレ様の言う通り固まって戦うしか。おかえりデスタックス。てめえは？ん？ステンマ？ステンマジェネシスか？ああ、そうだ。おお、今大変なことになってやがる。グリセールが。知ってるよ。なんだって？知ってるってことはお前。やれやれ、あの子は最後まで朝日を信じてるみたいだけど、どうせもうじき全て終わる。だから戻ってきたのさ。そしてデスタックス、君の役目もここまでだ。な！いやー！てめえ何を？いいかい？敵を倒すときは一撃で全力で、敵の不意をつき相手の反撃を許さない攻撃で一撃で決める。当然さ。ダムレ様を裏切るのか。魔族じゃねえ、ただの人間のお前を天魔にしやったことは誰だと。君は理想の悪役だけど、もう用はないよ。せめて味方の手で死ねることを幸運に思いな。急ごうか。なんだ今の。え、今の。いや、まだユウはいる。いや、ユウじゃないよな多分。え、学園長か。魔法学園のあの人なんじゃねえのか。まあ、とにかく魔王城。とにもかくにもだ。ついちゃった。そうだね。ユウ、あの、しつこいよ。ユウ、あんたなら大丈夫だよ。え？何間抜けな顔してるの。ここまであんたの旅を見てきた私が言ってるんだよ。あんたならきっと大丈夫。心配いらない。立派な勇者になって、またすぐに会えるって信じて、またすぐに会えるって信じてるし。ユウ、
結果がどうあろうとも今はあんたが自分に正直であることが大事だ。行ってこいや。うん、会えるよすぐ。魔王様じゃないっすか。もう絶対ユウがパーティーから外れました。またこの先の戦闘はザコボス問わず負けると全てゲームオーバーになります。ご注意ください。じゃあまずはセーブだ。まあとにかくさ、このまま行ったらもうノーマルエンド間違いないよな。そして緩和旧大魔王城、変だな、魔物の気配がない。どころかなんだろう、物音も聞こえないしやけに静かだ。ん、なんだろう、寒気がするや。これが魔王の影響力かな。前回復者 BGM が消えた。なんか道中の宝箱とかもなんか特に何もなさそうだよね。もうね、行っちゃうか。多分待ってる。魔王からの通達が書かれている。今後一切こちら側から人間に危害を加えることを禁止する。なおあちらから攻撃を仕掛けてきた場合はその限りではない反撃せよ。だからシンボルエンカウントなのか。高潔な魔物の血統が人間を支配すべきなんてのは使い古されたくだらない発想だ。そんなもの、勇者は魔王を倒すものだと、そういう輩と一緒だ。魔族が高潔だというのならその考えを捨てなければならない。今後一切こちら側から人間に危害を加えることを禁止する。発令された年は今から何百年も昔のようだ。絶対的な正義とは何なんだろうか。小林が言ってたよな。ああ、そういう系の RPG か。頭がガンガンする。なんで？ダメだ、こんなところで。ユウと約束したんだ、魔王の元へ行かなきゃ。そうだ、この頭痛もきっと魔王のせいなんだ。魔王倒さなきゃ。全部魔王のせいにして、絶対的な悪を作り出して、共通の敵を作って、そうやってやってきたんだよな人間側は。ずっと緩和9代、そんな暇はない、魔王を倒せれば。この緩和9代までもが、これなんかの伏線みたいなことねえか。もうでもわかんないけど、なんかでもこの作者だったらさ、紙シナリオ作りそうだからさ、マジで。もう全部黒フラグでしたみたいな。どっからが伏線でどっからがみたいな。もうわか、お前か。デスタックスの反応が消えた。あいつは口も悪いし、自分勝手だけど仲間思いのいいやつだったよ。少なくとも私は気に入っていた。お前が報告のあった勇者か。一人しかいないところを見ると、デスタックスは分断に成功したんだろうな。何か喋ったらどうだ。どいてよ。ふん、言葉はいらないってか、気取りやがってさ。四天魔が一人、マルフェゴール、行くぞ。何これ、アンダーテール思い出した。アンダーテールの G ルートしてる時の主人公を思い出したんだけど今。お前朝日、お前自我は保ててるか。とんでもないことになってんじゃねえかお前。これが勇者ってことなのか。この世界の勇者の責務、勇者というものに飲み込まれた人間の末路がこれってことなのか。これスキルとかもすげえ王道レベル1、2、3、4、これパッシブついてんだ。ジャッジメントライト、なんかもうとんでもない。絶対勝てるじゃんこれ。絶対勝たなきゃいけないってことなんだろうな。こいつらも倒すのか。聞いたか、デスタックス様がやられたと。本当なら四天魔の半分がやられたことになる。俺たちはどこなるんだ。は、人間がここにいるということは、マルフェゴール様は、やめろ、降参だ。君が聞こえていようとも聞こえていまいと、その昔私が神から授かった力があった。祝福さ。それは主の正義に応えてどこまでも力を与える。まあそれが良かれ悪かれ、
おそらく君はこの旅で勇者としてこうあるべきだという自分の信じる正義を歩んできたのだろう。そして今もそれに従い勇者としての使命を全うしようとしている。話を聞くときはじっとしてな、行儀の悪い。君の歩んだ王道によってとことん高められた純粋な祝福は今君を食らい尽くそうとしているんだ。もう君は魔王を倒すことでしか満たされることはないだろう。どうしてですか？なんであなたが？やれやれ、普段は無戒任を貫いているんだけど、勇者の前にこうして立つなんて私も初めてなんだよ。正義の大ヒーローが実は悪の大幹部なんて素敵だろ。今まで多くの勇者が同じ道をたどってきた。祝福を受け、王道を歩み、あの子と対峙して、そしてあの子はずっと協力者を探してきたのさ。君のことは今までと違う気がすると言っていたよ。まあそんなわけないのにね、君も今までのやつと一緒さ。いやでも一つだけ違うところがあるかな。今の魔王が何代目か知ってるかい？魔王ダムネは第87代の魔王なんだ。この意味がわかるかな？ダムネは第87代勇者ライを倒した時から一度も負けずに勇者を殺し続けているのさ。でもアサヒ、君の持つ勇者の素質、それがこの歴史に終止符を打つ可能性がある。私たちはできればあの子に死んでほしくはないんだよね。魔王をかばうんですか？勇者のあなたが。全ての勇者の指標、憧れ、模範、礎となるあなたが。魔王が悪と誰が決めた？うるさい。あの子が魔王になってからこれまでの歴史で魔王側が人間側に攻め込んだ回数を知ってるかい？黙れ。もはや説得は無駄だね。魔王の味方をするならあなたも切ります。どいて。それはできない。勇者はみんなを守るものだろう。それなら誰があの子を守ると言うんだ？力を恐れても私だって勇者さ。少し本気を出そう。君とはここでさよならだ。やれやれ、これだから約束なんてしたくなかったんだ。勇者ジェネが出現した。そうか、君がそこまで意固地なら私はもう知らない。勇者朝日、祝福を受け勇者となったあなたには勇者として振る舞う権利が与えられます。買い物は特別価格で行え、宿泊施設もただ同然で泊まることができます。人の家に上がり込み部品を漁り、それでも民たちは嫌な顔をせず受け入れるでしょう。それが世界を救うためであれば、あなたの行動は全て正当化されます。それが勇者です。その意味をもう一度よく考えてください。アリオス、君の手で救った世界がどんなものか、その目で確かめてみればいいさ。朝日、勇者朝日、待ちかねたぞ。私は魔族の王にして絶対無比の存在。いや、やめだ、こんなの。ねえ、答えてよ。あんたは本当にみんなを救う勇者に足り得てるのかよ。私にはそうは思えなかった。あんたがタンスから取った剣は、おばあちゃんが大切にしてたものじゃないのかよ。うるさい。ギャンブルグレーにお金を恵む、そいつも家族も誰も救われない善意を分け与えるのが本当に正しいのかよ。うるさい。それがたとえ魔物でも、無抵抗の相手をただただ殺すのがあんたの正義なのかよ。黙れ黙れ黙れ。あんたも結局王とかジェネとか歴史とかああいうのに言われるまま動いてきただけだろうが。世界を救う正義の味方なんてからくりにくすぐられて、何が正解か自分で考えることをやめてるだけだろうが。うるさい。魔王が正義を語るな。私は正義の味方じゃない。悪の敵になれればそれでいい。あんたは何か違う気がしてたんだ。謁見に遅刻なんて聞いたことないし、祝福を受けても自覚なく慌てたまま、なんていうか全然勇者っぽくなかったんだ。だからでもダメだった。クソ、やっぱりそんなの気のせいだったんだ。畜生。知らないよ。勝手に期待して自分の思い通りにならなかったらそれなの？ふざけないでよ。お前は勇者のご先祖様をたくさん殺してきたんだろ。私はダムネ、お前を倒して世界を救う。ここに来てからずっと続く頭痛も体の震えもこれで終わらせるんだ。それでもあんたに死んでほしくない。ダムネ、お前を殺す。死ね死ね死ね。クソクソが。
こだ。第83代勇者ユウ、お前は今日まで多くの人の助けを借りて生きてきた。それは何のためであったか。待ってたよユウ。そう、資源の勇者ジェネとは私のこと。ここを抜ければ魔王城か。ユウ殿、大変です。王様の、どうしたの。魔王軍の急な進攻、ムンピータは陥落、サンバラも多数の死者が。ん、な、嘘。エルドイッチ率いる魔王軍はアベントに接近中。王都での防衛戦が決行されます。アベ王はユウ殿を至急呼び戻すと。呼び戻すってどうやって。今から戻っても間に合わないよ。私が天元ゲートを開きます。それまで動かないよ。ん、天元ゲート、無茶だよ。一人でそんな魔力を消費したら世界を救うためなら惜しくありません。ご分を。私はいつか現れる魔王との戦いを想像して、その運命を感じし、待ち構える気持ちになっていた。勇者ユウ、待ちかねたぞ。私は魔族の王にして絶対無比の存在、魔王エルドリッチ。さあ、世界の運命をかけた戦いの始まりだ。おい、しっかりしろ。医療道具はまだか。戻ってこれた。みんな無事かな。こたびの戦争では多くの命が失われた。ああ、この世界を守るため若くして散っていた英霊よ。そして行方は知れぬが、その命をもって魔王をほふった勇者ユウよ。彼女らのなんと力強く美しいことだろうか。みなよ、彼女らに感謝を。そしてその儚くも美しい一生に祝福を。王はこの戦争の全てを美しいと言い切ったのだ。彼は笑っていた。全て無駄だった。私の戦いもその前もずっとずっと魔王を討伐するために育てられ、送り出され、挫折を繰り返して、そして場合によっては魔王と差し替える。ああ、まだ若いのに美しく儚いね。歴史はそういうものだった。全ては民に向けた世界を平和に保つための見せ物だった。私は逃げ出した。次に誕生した魔王を倒し、魔王の座を奪った。この世界が大嫌いだった。めちゃくちゃにしてやりたかった。でもただ暴れ回って破壊を繰り返すのはあいつらの思惑通りだと思った。何より王と防衛戦の惨劇を見た後で、私にそんなことはできなかった。じゃあどうするつもりだったんだよ。一人でさ、何も言ってくれずにずっとずっとこんなの繰り返したのかよ。ユウ、世界のシステムを変えたかった。美しいからなんてそんな理由で死を肯定させたくなかった。それでも私を殺すために次の勇者はずっと送られ続けた。魔王は悪だから、長い間ずっとみんなを苦しめてきたから。今まで勇者の旅についてった少しでも疑問を持った人はあなただけだった。私は、アサヒ、これまで付き合ってもらったのに、あんたをこんな世界に残しておくこと、それだけが辛いな。おとなしく殺されてくれればよかったのになんて。ふふ。でもなんだかね、これってある意味完璧なハッピーエンドだと思うんだ。みんなを守れる正義の味方になりたかった。頭痛も震えも収まった。王様が黒幕ってこと。これでいいんだ、世界は平和に。よう、アサヒ。ん、アベ王、魔王ダブネを倒したようだな。大義だぞ。王様、ダブネは。アサヒ、人と動物の違いは一体何かわかるか。え、それは美しいと感じることさ。昇る朝日に訳もなく涙を流し、沈む夕日に自らの生を重ねる美を感じたい。人はそう思う。動物にその概念はない。美さ、人は美のために人生を狂わされ、そして美のために時に理不尽を振る舞う。そして美を求めるがために苦しみ葛藤し、時には醜くあがく。そんな人の美しさもまた美なんだよ。それが人間の素晴らしさなんだ。わかるかい。わかんない、わかんない。王様、全然わかんないよ。全ての人は美によって救われなければならない。疑いようのない美しさを目の当たりにし、そこに完成された流れを感じる。その時、人はこの世界に存在する美を確かにつかむのさ。それは王道、全ての生を祝福し、全ての人を救うためのシステムだ。お前がどう思うと、この世界は魔王によって脅威にさらされていた。そしてこれからもさらされなければならないのさ。よくやったぞ、アサヒ。お前の活躍で世界に平和は取り戻された。大義だ。そんな、ねえ、じゃあ言うわ。アサヒ、帰ったか。待ってたよ、魔王倒したんだね。めでたしめでたしというわけさ。待ってよ王様。アサヒ、旅の話聞かせてくれないか。やった、お姉ちゃんが帰ってきたの。今日はお祝いね。お前がどう思うとな。待てよ、逃げるな。朝日、こんな立派になって、あんなに小さかったお前が俺は感動したよ。一
人々よ、勇者の聖に祝福を。待て！とりあえずまだ回収できてないもの全部回収しよう。ここの壺から確かワープするんだよ。で鶴を、あ、いいのか、あの植物のツタをロープが詰まっている。ロープ職人だよね。だからここ住んでるんだよな。でここのロープ職人に、これも全部ロープ、ロープに関する本、こういうところも一応全部調べよう。一応全部調べたけど特に何もなかったわ。ただただロープが詰まっているっていう、ガキなんだ。でもロープ職人ってこいつだよね。ロープ、ロープ、本物のロープ一個手に入れた。何ロープ、ロープ、ロープ、ロープ悲しい過去を背負っているんだね。会話通じるのホープ、あ、どうも。なんか最後違ったけどちょっとね、もうなんかもう落差が激しすぎて用意してねえよ、こっちも身構えてねえよ。まあ、さっきどんだけ紙シナリオ俺見させられたと思ってんだマジでちょっと感情が追いついてねえんだよ。でこれで見つかったと垂らして、よし掴んだ。暗くて見えないけど長さは十分だ。こっちからも引き上げますね。 OK 頼んだよ。引き上げ、誰が出てくる、いってだ大丈夫ですか。なんとかね、一応重さに耐えきれずに切っちゃったみたいな。やっぱ鶴じゃダメか。なんか言った、なんでもね、次探してきます。あ、鶴をね、いや違う鶴じゃなくて、あ、いっぱい持ってんじゃん俺。引っ張り上げ装置もあるし、でも本物のロープあるから。何これ、井戸に落ちちゃったらしくて引っ張り上げる道具を探しているんだ。へえ、遠で拾ったこの大きな羽、あ、もう一個ずつ行くんだ。多分これ全部無理で最後の本物の、なんだよこれ、動物の毛、もういいか。よし掴んだ。このままいけよ、だいってだから無理なんでしょ。気が抜けた。っていうかこれ羽、何か言ったかい。だからこれ次多分、まあ一応これ使ってみようかこの引き上げ装置で。お、なんだねこれ、なんだねこれいやでもなんか体が浮いた、いけちゃうの。妙な音を立て始めた。あれ止まったよ、あと少しじゃないか。嫌な予感、必殺受け身の誠意、いってだ大丈夫ですか。この程度慣れたものさ大丈夫なのか。一応生きてるんだな、生きてるんだったら大丈夫。次本物のロープだから。やっとロープが見つかりましたよ。もう最初からそれをね、あれお、ちゃんとしたロープだね。いや長かったよいしょっと、ありがとう、やっと出会えたね。うわすごい重装備、いた下からだった。君は変わった格好だね。僕勇者朝日って言います。勇者、どうかしました。あ、勇者なんて珍しいですよね。握手します。そうだね、お願いするよ。名乗り遅れたね俺は。今はしがない旅人さ。勇者ってことはいろいろ旅とかしてるのかい。そうですね、魔王ダムネを倒すために冒険しててロープが見つかったんで戻ってきました。そっか、僕のためにすまないね。ところでキオーラという名前に心当たりないかい。キオーラ、あ、僕はその人を探して旅をしているんだけどなかなか会えなくてさ。すいません、聞いたことないですね。もし会えたら伝えておきます。キオーラさんを探している人がいるって。そっか、すまないね、ありがとう。旅をするほどってその人、アーさんにとって大切な人なんですか。大切だ。そう、大切だね。あの子は僕と同じだ、一人ぼっちなんだ。だからそばにいてあげたい、たったそれだけなんだ。なんか重いですね。重い、そうかな。でもいいと思います、好きな人のために一生懸命なんて。ありがとう。それじゃあもう行くよ。この世界の通貨は持ってないんだ。お礼をしてあげられないのが残念だ。お礼なんていいですよ、困ってる人を助けるのも勇者の仕事です。あ、冒険の途中なんだよね。僕のお風呂だけどこんなものでよければ。バルディッシュ、わ、ありがとうございます。朝日ちゃんだっけ、いずれきっと君も辛い試練が訪れるだろう。でもどうか負けないで、君の美しいと思うもの、大好きなものを大切にしてね。なんてちょっと難しい話かもね。よくわからないですけど頑張ります。それじゃあ僕は次の場所へ行くよ、またどっかで会えるといいね。ぜひ会いましょう、アーさん、さようなら。ちなみにですけど、今のアーさんというのは、まあこのゲームの作者さんの前作ですね。前作っていうか、まあこのゲームより前に作られた、僕だけがこの世界のっていう神ゲーの、主人公です。
でですね、今手に入れたのがバルディッシュ。長年使い込まれて強いね。まあ装備職で結局何、この小ネタだけだったんだ。トゥルールートへの道、これじゃねえのか。ああちょっと待って、コロシアムが参加できるようになってる。参加しよう。え、これ今まで参加できなかったよね。計画と大会か、出たいの？気にならない？せっかくここまで来たんだし、僕の実力を試すいい機会だと思うんだ。それにもっと強くならなきゃ、ユウに邪魔と思われずに一人で自分の身が守れるくらいには。好きにすれば。もうドライだな。参加したいんですけど。はい、それじゃあここの書類にサインしてね。朝日、あら勇者様なのね。大会にも花ができるわね。これは期待が持てそうだわ。どうも。人数が揃い次第開始するから右手の控室にどうぞ。はーい。ん、もしかしてお前も出んのか、ユウ。ここが控室か。格闘大会なんてワクワクするな。参加者が揃い次第だっけ。少し時間があるし、うろうろしてみようかな。まあまずこれだよね。支給品の剣、支給品の、全部出るんだ。今回こそ優勝してやるぜ。誰か俺に当たる前に小林を倒してくれねえかな。小林ってのはまあ優勝候補。君が噂の勇者か。話は聞いてるよ。もしあったらその時は正々堂々よろしくな。一応全員話しかけておく。小娘が話しかけるんじゃない。精神統一中だ。見てわからないのか。チョコバーとコーヒー牛乳を摂取してる。あ、始まるんだね。7番朝日選手、入場口まで。よし頑張るぞ。入場口、はい、準備いいです。ではご入場ください。まあ負けるなんてこと多分ないだろうからな。さあ始まるよ、コロシアムの格闘大会。今回の輝かしい初戦を勝ち取るのは赤コーナー魔法剣士魔法剣。勇者がお相手とは光栄だわ。そして対する青コーナーはなんと勇者様朝日選手。ああすごいや、どうもどうも。いきなり第一位僕の一戦となっております。両者とも準備はよろしいでしょうか。 OK ですね、大丈夫です。こっちもやります。それでは第1回戦ファイヤー。まあワンパやろ。勇者様なめんじゃねえぞ。王道的な振る舞いをしレベルも上げてきたしな、ここまでな。お互い譲らない1回戦から凄まじい接戦でした。全然接戦じゃねえだろ。これ強すぎでしょ。それではまたお会いしましょう。ネクストアゲイン。次の試合まで時間がある。まあ適当に、もし当たったらその時は先生どうぞ。こいつらに話しかければ話す。あ、お前も勝ち上がったのか。やるな。だが次からそう簡単に行くかな。なぜ今回もあの小林が参加してるんだからな。どれ、今ちょうど試合中さ。決着。お、決着がついたな。なんとオーバークロス、優勝候補小林選手を破り勝利を飾ったのは勝者アンゴール選手。皆様盛大な拍手を。まあ言うだろこいつ。乾杯だ。凄まじい強さだな。強者に会うと世界の広さを実感できる。お前と戦えたことを感謝するよ。小林のさ、正体も分かってないよな結局な。こちらこそ凄まじい一戦でした。これからどうなるのか、皆様両者に盛大な拍手を。小林が負けた。ガクガクブルブル。7番朝日選手、大丈夫ですか。朝日選手ですね、準備はよろしいでしょうか。てことは何、俺ユウと戦うんだ。まあいずれ戦うことになるんだけどな。なるんだけど、もうこんなところで戦うってさすがの強さだ朝日選手。よろしくお願いします。両者とも準備はよろしいでしょうか。それでは第2回戦ファイー。まあワンパンやろ。絶対負けねえだろ。なんか 身を守ってるとか言ってんぞ。どうした、おじけづいた。終わった。負けるわけないからな。熱い戦いでした。勝者は朝日選手。俺レベル75だっつってんだろ。さすがだ。次も頑張れよ。それではまたお会いしましょう。ネクストアゲイン。次は決勝戦か。緊張しちゃうな。ユウ見てくれてるかな。ユウなんだよ決勝相手は。俺このデータって、あそうだよな、レベル75のデータだよね。だからさ、75レベルだった。さあとうとうこの時が来ました。格闘大会決勝戦、注目のカードだ。青コーナーは勇者朝日選手。そして対する赤コーナーは今大会ダークホース小林を破ったアンゴール選手だ。まあ言うなんですけどね。絶対言うなんですけどね。よろしくお願いします。なんと初参加の2人による決勝戦、これは目が離せないぞ。それでは決勝戦ファイ。言うじゃねえか。これはグラフィック一緒じゃねえかよ、魔王戦の時と。やたらめったら攻撃、強すぎ。相手にとって不足なしだ。やば、打ち消された魔法。待って、ちょっと待ってください。強っ。
し込まれる。一旦距離を取らなきゃ。仕切り直しだ。行くぞ。力の加え方が下手。武器が決着。朝日選手、武器を遥か遠くに飛ばされてしまった。さすがにこれが映り出した。勝者はアングル選手、勝負はもう、誰か止め。朝日、いや嘘でしょ、僕こんなところで死ぬのかな。なんで、なんか前にも似たようなことがあったな。あの時は確か、朝日、ねえ朝日、その声、朝日、私が怖い？ユウ、ねえ怖い？意味わかんないよ、なんでユウが。質問を変える。あなた私をどう思ってるの？私は化け物か。どうだ？どうって言う？よろしいでしょうか。どうぞ。今格闘大会栄えある優勝はアンゴール選手。なんと初参加初優勝という快挙。皆様盛大な拍手を。それではまたお会いしましょう。ネクストアゲイン。ユウ、どこ行くの？表彰式は？帰るってどこに？それに参加してたなんてびっくりしたよ。それならそう言ってくれれば。今日の言う変だよ。どうかしちゃったの？何かあったなら相談してよ。わけがわかんないよ。はぁ、バカらしい。何やってんだろう私。ユウ、ちょっとイライラしてたの。大会に出ればストレス解消になると思った。それだけ。深い理由なんてないよ。表彰式には出たくない。目立つの嫌いだし。行くよ。格闘大会なんていい経験になったでしょ。ユウがパーティーに戻りました。格闘大会の賞金ポーション2個。そんな少ねえの賞品。一応準優勝なんですけど。あら、大会し、なんならユウの優勝の分ももらえるんじゃねえの。1000ゴールドってそんなもんなんだ。死にかけてるわ。ユウにボコボコにされちゃったわ。宿へ泊まろうぜ。宿ここ泊まれんのかな。ていうかこんなリッチなさ町なのに10ゴールドなんだね。値段は一緒なんだ、どこでも。やで、あ、そっか、勇者だからだ。よく作られてんな本当に。でどうしよう。なんかイベントをさ、とりあえず1個は消化したけど、まだ多分いっぱい残ってると思うんだよな。小さな子、あ、そうだここで鍵もらえるんだ。鍵かかってるとこってどっかあったっけ。ここだ。鍵、これだ。魔王と勇者100年史読もう。歴代勇者とその時代の魔王との戦いについて書かれている。第80代鋼鉄の勇者、第80代魔王モア。魔王の討伐に成功するが勇者も差し違えという形に。第81代サーカスの勇者、第81代魔王デイト。魔王の討伐に成功するが魔王に受けた疫病の影響で数ヶ月後には勇者は息を引き取った。第82代フラスコの勇者、第82代魔王オーメンダール。無事に魔王を討伐し凱旋。フラスコの勇者は余生を過ごした。第83代カッターの勇者、第83代魔王エルドリッチ。魔王側の急な侵攻により王と防衛戦が実施された。両軍大勢の死者を出しながら魔王の討伐に成功する。勇者の死体は見つからず生死は不明。彼女の活躍は大きく称えられ、全ての国民は生と勇者への感謝に震えた。これがユウなんだよな。第84代伝説の勇者、第84代魔王サタン。勇者が魔王城に到達した時、すでに何者かによって魔王は倒されていたという珍事が起きていた。これ以降魔王はずっとユウだからな。で、来てる勇者を全部倒してるはずなんだよ。第85代レイピアの勇者、第85代魔王の名称不明。勇者は魔王と差し違えた模様。こっからずっともう分かんないんだよ。歴史は勝ったはずみたいになってるんだ。両者の死体は見つからなかったが魔物の活動は停止した。第86代宝刀の勇者、第86代魔王の名称不明。勇者は魔王と差し違えた。両者の死体は行方不明だが魔物の活動は停止。第87代勇者敗北。時代の勇者に世界は託される。あ、こっから魔王ダムネがずっと勝ってんだ。で、勇者は敗北。時代の勇者に世界は託される。こんな具合で何百ページにわたって魔王と勇者の歴史が書かれている。これでフラグ立ったのかな。さあ、これで全部パーツは揃ったはず。あとはこの魔王城でイベントが変わることを願うだけ。変わんねえのかよ結局。よし、だよね。話聞いてよ。結局聞けたんだ。
でも、はいって言ってない。レベル上がんねえな。よーし、レベル上がんなかった。そっか、ここでユウがさ、おかしいねとかってさ、この話に対して言ってんのってさ、今聞けばわかるよな。こういうことをわざわざするのって、わざと勇者に試練与えてんじゃねえのかみたいなさ。こっからね、なんでこんな最初からやり直してるかっていうと、こっから俺は王道的な行いを一切せず、レベルを極力上げずに行きます。思えば1周目の時さ、ここでさ、道中のさ、スライムとかめちゃくちゃ倒してさ、経験値が増えてるかどうかとかすげえ確認してたじゃん。あんなんしちゃダメダメ。てかそもそも魔物はさ悪くないんだから、人間が、あ、これ OK、 戦う。俺どうせ俺負けてもいいし、てか俺戦いなんねえし。思えばさあ、そうか、ここ戦いになるんだった、ドラゴンが。あ、でもレベル5だから気をつけろ。毎回防御しとけお前は。で、ユウが倒してくれるから。あ、てかそうか、ユウにしかこれもしかして攻撃向かないのかな。これハイパーミシンが確か強いんだよね。うわ、反撃だー、強すぎる。さすが魔王様でもある勇者でもある。そりゃ強いわな。で、こうでいっと、これ連続でずっとやってれば。てかやっぱりあれだね、朝日これ攻撃対象になんねえな。優がかばってくれてるってことなんだ。対象がほら優にしかいかないもん。で、こうして、あ、で今回はね、何にもしない。だからカジノの前で倒れてるおじさんのあれも10ゴールドあげないし、おばあちゃんから、おばあちゃんの家でおじいちゃんの形見の剣も今回取ってきてないし、盗んでないし、何にもしてない今回。こいつな、こいつもダメ。10ゴールドあいつにあげちゃダメ。勇者的な行いは一切しない。で、ここのこの魔物もこいつまだ生きてる、回復させます。あまりにも勇者らしくない行動だが、ここで回復し上げる。だから今思えばさ、こいつがさ起き上がったと喋ってる内容もさ、礼を言います、ありがとう、この指輪は母が残したものなのですが、妻と鎖の子を養うため死に入れ、生活の足しにしようと思いまして。こんなこと言ってる魔物がさ、おかしいじゃん。しかもなんかこっちにさ助言までしてくれて、でここでなんか気づくべきだったよね。これも伏線だったんだよ。やべえ、ちょっと待って、そうだ、ここで1対1でバトルになるんだった、こいつと。勝てないんじゃない。あの時はなんかバカみたいにさ余裕ぶっこいて戦ってたけどさ、これ2回攻撃してきて勝てないんじゃない。これ勝てなかったらゲームオーバーなのかな。やべえやべえ、そうだった。レベル上げずにさ低レベルでさ進めていけばいいって思ってたけどさ、トゥルールート行くためには、まあてかトゥルールートっていうかさ、あ、もう一個のルートだね、厳密には。だってあれトゥルールートで出てたから、あっちが多分正しいんだもん。だからあっちがこの世界における静止ルートなんだろうけど、この世界における正しい歴史は向こうなんだろうけど、だけど、うわー、これきつー、勝つのむずい。ちょっと待ってくれ、そうと分かればちゃんと武器とか防具買うわ。いや俺そんななんかさ、あーそっか、ここでこういうのが必要になってくるんだ。ちゃんと俺こういうのさ意味ねえと思ってたんだよ。だってさ、どうせさ読み物ゲーだから戦闘においてはあんまりちゃんとしなくてもいいよっていう。だから適当に進めちゃっても勝てるし、てかなんだったらどうせ優がいるし、あとおばあちゃんの部屋から、おばあちゃんの家からあんなクソみたいな強さの剣手に入るし、だから必要ねえのかなと思ってたの。武器屋とか防具とか夜必要、夜必要あるんだちゃんと。うわそうか、だからこれ低レベルクリアみたいな話なんだ。縛りプレイみたいな、そういう楽しみ方ができる。だからルートによって楽しみ方が変わってくるゲームなんだなこれって。なるほどね。今度こそ買ってみせる。いやもうこんなイベントがあったことなんてマジで忘れてた正直。それぐらい1周目ってさ、こいつ楽勝すぎて記憶にも残んなかったんだよな。思えばここでサシで勝負してたわ。そうだそうだ、そんなこともあったわ。いやこれ普通に攻撃した方が強いかな。攻撃をかわした300、あ、普通に攻撃した方が強いんだ。ちゃんと見せ売りの装備をちゃんと全部装備すれば、一番高いやつを通常攻撃の方が強くなるわ。で300ダメージぐらい与えれる。でこいつの HP がいくらだっけ、だやたらこいつの HP 少ないなと思ったんだよな。もうなんか1万も、1万どころじゃねえや、なんか
会心の一撃かなんか出ちゃって、それでなんか一あやっぱりほら会心の一撃出ちゃって、なんか1万ダメージぐらい与えちゃったんだよな、1回目の時。だからこいつの HP がどんぐらいあるかもよくわからなかったけど、とにかく全然弱かったって記憶だけ残ったんだけど、レベル5でもちゃんと勝てる。そうか、なるほどな。これ今思えばさ、このイベントもさ、これ作者さんの前作の主人公のまあちょっとしたまあ紹介イベント、まあ隠しイベントというか、まあ強い武器が手に入るっていうことなんですけど、なんかあんまり別に重要ななんかイベントじゃないと思ってたんだけど、勝手に。まあおばあちゃんの家のあれがあるからさ、だから別にいいやと思ったんだけど、これ大事なんだな、このイベントも。このコロシアムで勝ち抜くイベントで決勝まで行かないといけないから、ここでこいつらに勝つために武器ちゃんと整えとかないとここで負けちゃうから、ここでさっきのイベントが効いてくるんだよな。でこのイベントをこなした上でレベルをまだ5だからね、俺レベル5まで抑えてるから、このレベル5の状態で魔王城に向かっていけば、で止まると、これでこの先何か変わっててくれないと絶望なんだけど、もう分かんないんだけど。朝日、私が怖い？そんなことないよ、そんなわけない。あなたは私のどう思ってるの？大事な友達だよ。私は化け物か？違う、ちょっと待って、もうすでに違わない？ここのメッセージ。朝日、私は世界とか勇者とか友達とかいつだってよくわからない。自分の気持ちがどっちを向いてるかなんて。でもなんだか今は、今この瞬間だけははっきりしてるこの感情を確かに伝えなきゃいけない気がして、伝えないと後悔する気がしたから。ねえユウ、ユウってとっても強いよね。でもユウはユウだよ、とっても強くて僕の憧れで、でも時々ムカつくやつ、それがユウ。ユウって勇者になりたいとか言ってたじゃん。最初はなんだそれとか、こんな見た目でとか思ってたけど、でもなんかずっと冒険してきてさ、僕なんかよりユウの方がよっぽど勇者っぽいっていうか、そんなことを思っちゃった。強いし、いつも冷静だし、やるときはやる。ここまで旅してきたけど、まだユウには勝てる気がしないんだよね。でもきっとこの旅が終わる頃にはユウも守れるくらい強くて立派な勇者になりたいな。誰もそんなことしなくていい世界、それが私の理想だから。ユウ、朝日、ここまで一緒に来てくれてありがとう。私も楽しかった。おやすみ朝日。おやすみユウ。あ、こっからはまた一緒なのか。デスタックス、ん？マルフェゴール、お前、え、もう違う、ま、マルフェゴールか。ひどい傷だ、動くな、今手当てを。くそ、すまねえ、あの小娘強くなってやがった。ダムネ様の言う通り、固まって戦うしか。おかえり、デスタックス。隣にいるのはマルフェゴールか。うん、うん、てめえ、ステンマ、ジェネシスか。ああ、そうだ。おお、今大変なことになってやがんだ、グリゼールが。知ってるよ。なんだって。もうじき全てが終わる、だから戻ってきたのさ。そしてデスタックス、マルフェゴール、君たちの役目もここまでだ。な、あ、もうまとめて、てめえ何を。いいかい、敵を倒すときは一撃で全力で、敵の不意をつき相手の反撃を許さない攻撃で一撃で決める。当然さ。う、裏切るのか。あのさ、安っぽい感情で動いてるわけじゃないんだ。勇者がするべきこと、それは全ての人を守ることだ。あの子は向かってきた勇者しか殺さない。あの子が魔王でいるなら犠牲は常に勇者一人で済む。無力な大勢の人々が勇者一人の犠牲で死ななくて済むんだよ。それがどんなに素晴らしいことか。だから私は彼が目指すものを邪魔しないし、あの子がかつて勇者でありながら汚れた魔王という役職であることを見逃しているんだ。でもあの子が世界のシステムを変えたいのなら話は別さ。その上から一度リセットしよう。何もかも。な、何を言ってやがる。全ての人は天国に行かなくてはならない。彼が目指したものは全ての人々をそこへ導ける。あの子はそれを邪魔しようとしているんだ。別に長い歴史の中で1回や2回天魔がこっそり死んだとて誰が疑うものか。やれやれ、本当にやる気なのか、あの子は。そしてこっからは確実に別ルートに入った。ついちゃった。そうだね、ユウ、この辺一緒かな。あんたなら大丈夫だよ。え、
何間抜けな顔してるの。ここまであんたの旅を見てきた私が言ってるんだよ。あんたならきっと大丈夫、心配いらない。立派な勇者になってまたすぐに会えるって信じてるし。ユウ、結果がどうあろうとも今はあんたが自分に正直であることが大事だ。行ってこいや。うん。どういう気持ちで送り出したんだろうな、朝日。おー、でもちょっとなんか変わってない？またすぐ会うことになるみたいなこと言ってなかったっけ、ルート A では。まあルート B に入ってるから確実に変わるはずだし、あまりにも、ん？変だな、魔物の気配がない。やけに静かだ。頭痛がしない、今回は頭痛がしない。なぜなら俺はレベル5、終わってる。本来なら普通の RPG なら勇者として俺は終わってる。でもこれでいい、これがいいんだ。ここも一緒だよね。うん、書いてること一緒だね。何百年も前にもう、あ、友達。やっぱりさ、私ね、勇者失格かもしれないな。確実に変わったな。あるべき姿。今まで勇者らしいことなんて何一つできてないもん。それに今だって怖くて震えてるんだ。レベル5だしな。本来の王道的な勇者としての立ち振る舞いを一切してこなかった、あえて。だからこそたどり着ける未来があるんだ。行こう。あ、おお、そっか、もうあいつ死んでるから出ないんだ、ここ。あ、ここにいるやつらもいなくなってる。ルート A でいたあの魔物たち、だからもう無益な殺生はどうせしないけど。そしてここだよね。こいつだけは俺を止めに、来ない。え、魔王の間ついちゃうけど。え、あいつだけはでも止めるような言動じゃなかったっけ。生きよ、落ちよ。その正当な手順の外に真に人間を救い得る便利な近道がありうるだろうか。またこの人だ、ダラクロン。わかんねえんだって何言ってっか。バカだから、バカにもわかるように説明してくれ。チャプター4の B ルート行きました。さあ、ここから頼む、もうお願いだから、ハッピーエンドになって。 A が悲しすぎた。しかもあれがトゥルールートっていう、あれがこの世界における本来の正しい歴史だってことがトゥルールートって書かれてることによって確定してるから、もうせめてこっちはハッピーエンドであってくれ。朝日、勇者朝日、待ちかねたぞ。私は魔族の王にして絶対無比の存在。うん、いや、やめだこんなの。バカだな本当。剣術も魔法も中途半端、体はヒョロヒョロのままだし今だって震えてる。そんなので魔王を倒すつもりだったのねえ朝日。わからないんだ、よくわからないよ、何もかもさ。僕はこの旅でいろんな人やいろんなものに出会って、なんていうかすごく価値観が揺さぶられたんだ。期待してくれた王様、送り出してくれた町のみんな、資源の勇者様、魔王の部下の四天魔、正義の基準を持つ小林さん、それと世界に平和を取り戻す、それが勇者の仕事だとずっと思ってた。そう思ってここまで来たんだ。僕も気づきたくなかったな、考えたくなかった。世界はそんなに単純じゃなさそうだったから、そのことにここでやっと気づいたんだ。僕の冒険が見たいとか勇者になりたいとか、天魔より強いのに世界を平和にすることに興味がない、そんな自称勇者とかさ。僕もそんなこと出会ってこの旅で多分変わったんだと思う。勇者として自分が望まれてあるように、その形にふさわしくあるように、本当に正しいことができたのかはまだわからないんだ。でもね、その時その時問いを前にして自分が正しいと思うこと、それは後悔しないよう選択できたんじゃないかなって。そしてこれからもそうできるんじゃないかって。僕は君とは戦えないよ、ちゃんと自分の目で確かめて自分で感じて。いろんなことがあったけど、それでもいろんなものがあるなって、この世界は素晴らしいなってそう思えたのは君のおかげだと思うから、言う。もう本当にバカなんだから。魔王になったあの日からあなたたちの冒険をずっと見ていた。ダメだ。なんで？私はそれには協力できない。私はあくまで勇者だ。私の仕事は勇者を支えることであり、魔王の手助けじゃない。でもこのままじゃ、
ユウ、人々、王、そして勇者ですら生を全うすることに誇りを持っているんだ。今の世界のシステムに不満を唱える者は誰もいない。ただ一人君を除いてだ。ユウ、君は一体私たちに見えていない何が見えている？君のことは近い場所から監視させてもらうよ。私に話をしたのが運の尽きさ。私は第85代勇者レイ。あなたは誰？私はユウ。私をあなたの冒険に加えさせてほしい。あはは、ここがムーンギアか。すごいすごい、見てあの大きな建物。ちょっと騒がないでよ。ユウはワクワクしないわけ？別に。魔王と気づかず愚かな私を隣でせせら笑うのはさぞ楽しかっただろうな。お前を倒すべき魔王だ。ここで死ななければならないんだ。違うんだよ、私はただ魔王ダムネ殺してくれる。誰も傷つけたくなかった。いやだ、寒い、何も見えないよ。ユウ、ごめんね。みんなを守りたかった。お前を殺せば世界は平和になるんだろう。死んでくれよユウ。ナイチ、あなたもダメか。みんなを守るなんてできるわけがなかったんだ。現に自分が死ぬのが怖くて一緒に旅をした仲間すら守れなかった。死にたくないよ。死ね死ね死ね。お前が魔王か、殺してやる。からくりが発する美しさは心地よいものだと分かっていた。勇者として儚い性は惹かれてしまうのが人間の本性だと思った。でもその美しさにたやすくくすぐられ思考停止に陥るのは罠だと思った。このシステムを止めたかった。なりふり構わず勇者を辞めてでも生きていてほしかった。それができる人を、分かる人をずっと探していた。やっと会えたの、アサヒ。みんなを守れる正義の味方に。あなたはいいの？勇者になれなくてもそれでいいの？言ったでしょ、僕には勇を倒すことなんてできないよ。それに見たんだ、勇は魔物と人間の戦いをむしろ防いでる側だったんでしょ。魔王は悪ってずっと決めつけてきたのは僕たちの方だったんだ。だから勇、君が死んで得られる平和なんか僕には必要ない。って今は確かにそう思う、アサヒ。王様とかにも相談してみようよ。きっとこの世界には争いなんて必要ないんだ。魔物も魔王も人も勇者も理解なんかし合えなくたっていい距離で生きていけるようになるよ。あー、そういうわけにはいかないね。え、あなたはジェネ？まさか本当に説得に成功するなんてね。アサヒ、そいつは魔王ダムネだ。殺さなければ世界の平和は訪れない。そんなことない。ユウが死ぬ必要なんてないはずです。ユウ、勇者を殺すのが君の仕事だろ。いや、もうそんなことできない。私にも反抗するようになったか。大したものだね。運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものだ。かつて偉大な破壊の下では運命はあると堕落はなかった。無心ではあったが充満はしていた。私も彼の風に吹かれたのかもしれないね。最後の警告だ、アサヒ。言っただろ、勇者はするべきことを行う義務がある。すべての人を守れ。そのために魔王を倒すのが君の目標だろ。それができない勇者に存在価値はないよ。それでも勇、元勇者の君が魔王の座につくことを許していたのは何のためだ。あったく、おとなしく聞いてくれればよかったのに。アサヒ、勇、悪いけど死んでもらうよ。どうして？出来損ないの勇者たちなんて最初から必要なかったのかもしれないな。満足に役割も果たせないのならば私が直々にその役を引き受けるよ。そんな理由を聞かせてくださいよ。わけわかんない。魔王と手を結べば平和になるなんてのは幻想だ。この場所はそんな生優しいものなんかじゃない。君たちは所詮子供に過ぎないんだ。だからそんなこともわからない。構えなよ。くっ、なんでこんなことに。無理無理だよ、アサヒ。勝てっこない。ん？ユウ？ジェネは資源の勇者だよ。私たちに分けられた力の源の存在なんだ。私たちはそれを分けられただけ。劣化コピーのダミー品。アサヒ？ユウ、諦めるな。諦めるなよ、ユウ。絶対に。やっと全部話してくれて、ユウのことがちゃんと分かって、こんなところでさようならなんて、そんなの絶対に嫌だ。資源の勇者ジェネ、全ての人を守れ、そう言ったな。僕の友達、大切な人、ユウは僕が守る。やれやれ、君は最大に素質を持ちながらそれを無限にしてここまで来た。それで私に立ち向かおうなんて。ちょっとばかりいたぶってから消させてもらおうか。ユウ、見てて、僕は勇者アサヒ。勇気を助け、悪をくじく。行くぞ。ジェネが出現した。まずは攻撃でダメージを与え、ああ、え、し
死なない、負けない。魔法ならダメージ与えられる。なんでこいつが死なねえのか分かんねえ。もうよく分かんない、理屈は分からないけど、とにかく絶対勝つ、その心意気だけは感じる。何をすればいいんだ。攻撃じゃやっぱりダメなのか、ひたすらこれを打つしかねえのか。ライトを、こんな180いくつダメージしか与えられないけど、無理だね。君は誰も守れやしない、現に自分すら守れていない。今だって立っているのがやっとじゃないか。おとなしく勇者としての生を全うしていれば苦しまずに済んだのに。君を殺したら優の番だ。それじゃあ終わりにしてあげようか。ジェネはチャージを使った。さよならだアサヒ、させない。優、おお、なんかもうむちゃくちゃ、なんか怒ってるか分かんない。グー、アサヒ、優、私この度であなたを導く保護者のつもりでいた。でも違ったの。私あなたにもらってばっかりだった。こんな勇者もいるなんて気づかせてくれたのはあなたの方だった。たとえ勝てやしなくても、足が震えても、今立ち上がる勇気をくれたのは確かにあなたなの。だから私もあなたが見たい世界を一緒に見たいと思った。ふん、2対1か。片方が足手まといならいいハンデだ。朝日は足手まといなんかじゃない、私の支えになってくれてるんだから。もう朝日への攻撃は絶対に通させない。ユウ、朝日サポートお願い、目に物を見せてやるよ。うん、ユウが仲間に加わった。このバトルは負けるとゲームオーバーになります。決して負けないでください。絶対に勝つ。まずはこれだな。この戦闘中魔法攻撃の反射、このバリアを張る。でダメダメヒール、残念リカバー。起きてユウ、力尽きかけたユウを支える。残念な手助け、このターンだけ魔王の攻撃をサポートする。勇者にとって何の使用価値もないゴミ技。魔王の攻撃をサポート、なんでこんなものが。いやこれなんか絶対あるよな。いや、ま、分かんない。とりあえず、いや勇者失格のやつしか回復できない。つまり俺なら回復できる。で状態異常しか回復できない。出来の悪い、いやでも出来が悪くていいんだ。出来が悪かったっていい。そう、出来が悪かった、おーしょしょしょ、出来が悪かったっていいんだ。ガードはん、てかなんでダメダメヒール効かないんだ。おい、ダメダメヒールがかからない。ダメージを受けていない。あ、最大 HP 俺1なの。最大 HP1 しかないの。まあでもこれパワー2段階上げよう。でこうやって毎回こうやってさ、あ、そういうことか。魔法攻撃を跳ね返すからこれで、でこれをすればいいんだ。え、残念な手助け、魔王のサポート、え、これで優に攻撃するのか。なんもん。朝日がゴミ。でもそれでいいんだよな。とりあえずこれ400回復する程度、こんなんじゃどうにもなんねえけどな。起きて優、力尽きかけた優、これか優、起きて言う、何もやってくんねえ。何もやってくんねえけど、敵の強さによってダメージが変動する。これ超強いんじゃねえの。冴えない僕らの逆切れ攻撃。なんかすごいの持ってるぞ。これか、チャージか。チャージで、で起きて言う、言う、 TP を貯めて、言う、 TP を貯めて、ハウローよくわかんないけど、これパワーヒール、ハウロー、さあいけ、25000、これだ、これなんだ。やっと見つけた、チャージ。これ回復ができねえんだよな。ダメダメヒールからかからないんだよ。待てよ、勇者失格のやつ、勇は勇者失格だろ。おお、やっぱそうだよな、勇者失格だよな。魔王もやってるしよ、今なんか勇者の思想に対してさ、こう戦ってるしよ、どう考えても勇者失格だよな。そんなダメダメなやつら、それにしかかからない。こういうことだ。朝日が完全にサポート役に回るんだ。素晴らしい。2人の勝利、2人の勝利を目指して回復しろ。よし、ナイス、反撃ナイス。でチャージ、これの繰り返し、勝てる。ダメダメヒールがこれ TP も何にも消費しないから、ひたすらにこれ打ってればいい。でなんか知んねえけど、
一切朝日を攻撃してこないから相手だから、このループで勝てる。あ、まあ毒も直そうと思えば直せるな。これも直そうと思えば直せる。ハウロー打って、いやでもダメダメイエル連打でいいや。これでいずれ勝つから、大丈夫大丈夫大丈夫、勝てる勝てる勝てる。こいつの HP がいくつか分かんないけど、これ繰り返してれば U さえ落ちなければ勝つから、ひたすらに回復しろ。なぜか朝日を一切攻撃しないから、その油断が命取り。そうやってお前の慢心によって負けるんだぞ。お前が朝日は取るも足らないと思っているから、その朝日を生かしておく。これ、いや、いらない。ハウローでいいんだ、ハウローで。僕らの逆切れ攻撃でいいんだ。いけ19000、いいぞ。そんなバカな、私は資源の勇者、全ての勇者の始祖、頂点に値する存在だぞ。それが収めるなんて、相手は子供2人だぞ。ありえない。ありえるんだよな。これが俺たちの力だ。ダメダメヒールで、ダメダメ勇者の勇者としての素質は一切ない。この2人が勇者として一番強い存在に勝つんだ。こんな熱い展開ねえよな。そしてハウロー、パワーヒール、いや甘えない、1ミリも甘えねえ。このルーティーンで回せれるんだから、変える必要がない。一切油断しない。このルーティーンを一生繰り返す。これで勝てるんだったら俺は一生これやる、一生これをやり続ける。 TP でこうして TP 貯めて、チャージで TP 貯めて、一ターンも回復を怠らないから、ハウローでダメダメヒール、僕たちの逆切れ攻撃18000、そしてダメダメヒール、一瞬たりとも一ターンも回復を怠らねえぞ。毎ターン回復する。チャージ、ダメダメヒール、毎ターン回復する。何かがあったらダメ、こういうことがあるかもしれない。もう何かがあっても絶対落ちないように、何があっても落ちないようにする。よーし、そしてダメダメヒールで、またチャージに戻ってダメダメヒール打って、絶対に負けねえ、絶対に負けねえ、こんなやつに絶対負けちゃダメ。世界のシステムを変えるんだ、ユウと朝日の2人でずーっと繰り返してきたんだ。こんなクソみたいな世界のシステムに囚われ続けて、ずーっと悲しい思いしてきた。お前たち、自分がやろうとしていることが分かっているのか。魔物が人類と和平を結び、かつユウが魔王の座を続けて魔物を統率したとしても、お手手ついで平和の世界なんて、そんな幻想がうまくいくはけがない。これまでたまりにたまった魔物連中の不満がいよいよ爆発し、いずれ新たに魔王を名乗る存在が現れる。そうなれば再びこの世界は多くの人を巻き込むことになるんだぞ。勇者として、平和を望む存在として、どうあるべきかなんて一目瞭然じゃないか。うるせえんだよ、ごたくはいいんだよ。ひたすらにこのルーチンをひたすらにやり続ける。どんな言葉が来ようと、もう俺たちの心は決まってるんだ。さあ、何度目かもう分かんねえ、何度目か分かんねえ、俺たちの逆切れ攻撃、さらにまたチャージでもっぺんだ。何度でもやるからな、一生やり続けるからな。お前が考えを変える、いや考えを変えるじゃねえ、お前が倒れるまでやり続ける、一生やり続ける、この世界のシステムを変えるために。そしてまたハウローだ。そろそろいけんじゃねえのか。もうこいつの HP もう十何万わかんねえぐらいだ、もう与えてるぞ。20万ぐらいだろどうせこいつの HP。 そろそろ終わるだろ。この優雅、お前何度繰り返して、何度このクソみてえな、この意味のわからない儀式を繰り返して、何度も何度も新しい勇者が生まれるために、今度こそ何かが変わってほしいと思って、わらをもすがる気持ちで
信じ続けてきた思いが。ジェネさん、僕たちの選択が本当に正しいのかどうか、それはまだ分かりません。ひょっとしたらいつか後悔するのかもしれません。でもそれでも、ユウと生きてるこの今を、一瞬一秒を、瞬間を後悔したくないから、僕はこれが正しい道だと思ったんです。そうだ、何が絶対的に正しいかなんて誰にも分かりゃしないんだよ。そんなものは神様にしか分かんねえ。神のみぞ知る。全ての人にとって、全ての人にとって正しい行動なんてねえんだ。人それぞれ価値観があって、正しいか正しくないか、正義とは何なのか、人それぞれ正義の基準なんて違うんだ。だからみんなが納得できるような世界なんてのは作れねえ。そんなものは百も承知だ。だけど俺たちはせめて今この瞬間、俺たちが生きてるこの瞬間を後悔しないように生きたい、貫きたい。後悔してしまうような、後から後悔してしまうような生き方をしたくない。そういう選択をしたくない。ただそれだけなんだ。貫き通すんだ、ユウの思いを。ユウがこれまでしてきた行いを無駄にしちゃいけねえ。アサヒ、ユウを支えるんだ。ユウがこれまでずっとずっとこの世界のこのシステムを変えようと頑張ってきたこのユウの気持ちを、この気持ちを今こそ通してあげるんだ。アサヒ、お前が支えて。ずっと繰り返してきたんだよ。今こそ終わらせる、このクソみたいなシステムを、このクソみたいなシステムを今こそ終わらせるんだ。もう何万ダメージ、こいつ HP いくつあんだよ。30万ダメージくらいもう与えてんじゃねえのか。どうなっとんやこいつ。だが甘えない。だからそろそろ攻撃のバフとかかけてえなとか思っちゃうよね。思っちゃう、そういう風に思っちゃう、そういう人の弱さを俺は出さねえ、一切出さねえ。絶対に勝ちたいから、絶対に勝ちたいから一切油断しない。毎ターン朝日は回復しろ、ユウを。一ターンたりともサボるんじゃねえ。一ターンたりとも油断するな。毎ターン絶対に HP 全回復、鉄の掟。さあどうだ、もう何度目かわからない、何度目かわからない私たちの逆切れ攻撃。まだ届かない、あまりにも強いこいつ。さすが勇者の思想、さすが始まりの勇者だな。あまりにも強い、強すぎる。もうお前神様かなんかなのか。お前は何なんだこの強さは。こいつの強さは規格外すぎるだろ。これでどうだ、よーし。やっと終わったんだ。これでユウたちの勝利。そっか、そうかい。アサヒ生きてる？大丈夫、このくらい。くっ、ジェネ、やれやれ、そんな顔するくらいなら最初からやるなよ。まったく、それより急いだ方がいい。ん？何をですか？安倍王だ。そうだと思ったんだよ。この世界をかける、いわば勇者魔王システムは彼の考えたもの。勇者魔王システム、絶対あいつが黒幕だと思ったんだよな。てかあいつ長生きしすぎだもん。絶対普通の人間じゃない、おかしいもん。彼は全ての人間に勇者の儚い一生を捧げている。その目的は私の知るところではないが、だがたった今そのシステムが崩壊してしまった。彼を追えよ。何をしでかすかは分からない。朝日、うん、美しいからなんだろ、あいつ曰く。って、随分派手にやられたが、言うのやつ、急所はしっかり外してる。情けをかけたのか、殺意を持った相手に対して。不器用な子だね。いや、この場合は器用なのかな。私も当分はいよいよ本当に隠居生活になりそうだ。勝者は受け取ればいいさ。取りたまえ、この空想。君たちはそれを見事本物に変えたのだからな。王様って悪い人だったの？それは主観でしか言えない。私は悪いのは彼そのものではなく、この世界のシステムだと思っていた。勇者の儚い性を美とし、全ての人に美を与える。彼はそれを良しとしていた。人々もそれを喜んで受け取った。私だけはそれを良しとしなかった。どれもこれも私のわがままだったのかもしれない。ユウ、でも後悔なんてしたくない。そのおかげであなたと戦わずに済んだ。こうして今も隣で話せてる。死ぬのが美しいなんて、美しいから死ぬなんて、きっといつかみんな思わなくなる。みんなが生きてくれるのが、私はそれがいい。見えてきた、アベンドだ。え、手紙？いない、どこ行ったんだろう。おや、朝日殿、どうかしましたか？大臣さん、
安倍王様どこ行ったか知らない？王でしたらつい先ほど席を離したきりどっか行っちゃいましたが。席を外す？このタイミングで？あれ、なんか置いてある。朝日、そして雄へ。ん？これあいつのものかも。見よう。勇者朝日、そして雄、まずはおめでとう。お前たちはこの退屈な世界の平和を手にした。尊い美と引き換えにな。だからこの世界はお前たちにやる。どうせ退屈で堕落した世界だ。俺も忙しいからな。お前たちに構ってる暇があれば他を当たることにするよ。次の王の手配とかお前たちの先週パレードとかの準備はご褒美に済ましてやった。ありがたく思えよ、安倍王より。間違いないね、安倍王の手紙だ。どういうこと？やるとか他を当たるとか。え、あ、失礼、魔法テレフォンが。え、何？マジ？誠に？オッケー、朝日殿、魔王と申したらしいではないですか。え、今日は戦勝パレードですね。王から連絡がありました。それでは私め準備にかかります。お待ちください。え、あの、魔王なら横にいますけど。あいつの手のひらで転がされてる気がしてなんだか尺だね。でもいいよ、後悔はしない。多分これが僕というのを望んだ場所だから。そうだね、きっと人生にイフなんて存在しない。結果がどうあれ自分が選んだ道が正しい道だとそう信じていかなきゃいけない。そして私は朝日、あなたとならきっとそれができる。行こう朝日、パレードの主役でしょ。うん。僕らはきっと変わりはしない。ただ僕は僕に戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外の中にきっと本当の意味で人間を救う便利な近道はない。だから僕たちは生きて、そして落ちるのだ。落ちる道を落ち切ることによって本物の自分自身を発見し救うために。王道勇者とサブカル勇者。よかった、ハッピーエンドがあってくれて本当によかった。まあこれはトゥルーエンドじゃないのかもしれない。だってルート A がトゥルーエンドって書いてあったから、だからこれはトゥルーではない。まあ静止ではないのかもしれない。でもこんな未来があってもいいじゃない、一つの可能性としてね。見させてくれてありがとう。よかった。なるほどな。いや、あの最後の王様のあの手紙を見るに、なんていうかその途中でさ、いろいろヒントがあったじゃん。パラレルワールドみたいな、多世界解釈みたいな、そういうことが書いてあったりしたじゃん。ハッピーエンド、王道勇者とサブカル勇者。はい、ということで王道勇者とサブカル勇者でした。いやー、もうこの作者さんだから絶対に神ゲーだろうなと思ってた。でやっぱり神ゲーだったね。もうなんならプレイしてる最中もちょっと涙目になってたもんね。もう泣きそうだったもん。いやー、もう本当になんかもう月並みだけど、もういいゲームでしたっていう感想しか出てこねえ。もう言葉出てこねえわ。はい、ということで王道勇者とサブカル勇者でした。ありがとうございました。